初見さん、キャラメルマンさんいらっしゃい。のんちゃん元気だったよ。うん。のんたん元気だった。よかった。安心した。いっぱい過ごした、二人で。うん、よかった。今日はずっと寝てたかな。セックス2回したらもう眠たくて眠たくてずっと寝てた。のんたんのスーパーテクニックにメロメロだった俺は。元気だよ。2回したのなんか何年ぶりだよ本当に。5、6年ぶりなんじゃないの？セックス2連発したの。うん。あれから2回戦だから、あれから朝までずっとセックスしてたね。うん。正しい休日の過ごし方でしょ。ずーっとセックスばっかりしてた。時間置いたね。時間置いたね、さすがに。時間置かないとね、持たないですよ。彼とセックスしてよ。彼氏とセックスしてないの？なんで？した方がいいよ。セックスレス。セックスはいいもんだよ。セックスは素晴らしいよ。うちは一回した。あれ、クミちゃん彼氏いんの？あ、遠距離恋愛か。なんかきついね。のんたんセックスしたの？のんたんじゃない、クミちゃんセックスしたの？肌のツヤがいいでしょ、今日。賢者モードだから。初見です。和道さんが部屋めっちゃ綺麗になってる。そうそう、部屋綺麗にしたの。彼氏いるんだ。へぇ。そろそろ郵送しないとな。それな、なんだよそれ。なんかムカつくな。いやいやいや、全然、そんな。遠距離恋愛したことないからな。遠距離とか絶対無理だよ。風船ありがとう。なんて読むんだろう、これ。瀬沢さんって読むのかな？瀬沢さんで合ってる。瀬沢さんありがとう。でもそろそろ痩せないとな、ちょっと太りすぎ。北京主任さんいらっしゃい。芹沢さんか。芹沢さんありがとう、教えてくれて。よろしくお願いします。もしよかったらフォローしてください。首痛い。デブ好きの彼氏なんだ。デブ戦なんだ。天岐阜の使い道、いやだからバッグ買った、6万円でバッグ買ったから、あといくら残ってんだ、2万円残ってんのかな。
ステレオミキサー買おうかなと思ってるけど、ちょっとまだ決まってないかな、2万円に関しては。うちにしては助かる。セリザーさんフォローありがとうございます。セリザーさんフォローありがとう。付箋10個ありがとう。6万円のバッグはオーダーメイド、セミオーダーだからまだできてないね。あの12月の19が納品かな、12月の19納品で、そしてカタログはあるよ。まだ出来上がってない。どれだっけ、かっこいいよ。これの赤作ってもらってる。これの赤。よいよいらっしゃい。これの赤。これね。やっぱ実物見ないとダメだね。全然いいよ、実物の方は。キャラメルマンフォローありがとう。ありがとうございます。真っ赤にとね、赤はね、赤と緑と茶色とチョコレート色と黒があるんだけど、俺はあえて一番出回ってない赤にした。赤はこういう赤。こういう赤だね。こういう赤にさっきのバッグ。結構真っ赤だね。で、色が、深みが出てくる、どんどん。革はここで買おうかなと思ってる、革製品は。すげえ気に入った。もう30年ぐらいやってんのかな ?20 年、30年ぐらいやってる、ここのお店、このお店は。想像してた色違う?楽しみだね。一生ものだからね。20年使えるバッグだから。おー、モネさん、花火ありがとう。今日初花火や。そうそう、使ってるうちに綺麗になる。モネさん、ありがとう、花火。ノンタンの元気に花火、ありがとう。ノンタン、今日来ないね、放送ね。花火だ、花火。ホイミン取るのに1000円ぐらいかかったかな。結構難しかったこれは。ホイミンね。僕は悪いモンスターじゃないよ。僕を仲間にしてよ。亭主が28の女に入れ込んでます。ざまあ。いやーいいね、コメントのスキルがどんどん上がってくね。超ウケるわ。姉ちゃんいらっしゃい。残念だね。1000円なら安く取れたやん。これだって200円で取れたよ、こっち側は。クソ笑うわ。姉ちゃんせっかく再婚したばっかりなのにね。蹴るわそれ。姉ちゃんも彼氏作ればいいんだよ。姉ちゃんも彼氏作っちゃうよ。まゆみさんいらっしゃい、こんばんは。楽しんでて、クソウケるわ。面白えな、ウケるね。どうなのそれ、妻として心境はどうなの。
よ。姉ちゃんも彼氏作ればいいんだよ。姉ちゃんいい女なんだから。ウケるわ。28の女か。28って一番ね、まず日本全国回って、で、その後バンコク行こうかなと思ってるね。で、バンコク行って、そっからなんか東南アジア回って、ぐにゃぐにゃって行って、で、そのままインドまで目指して、で、インドからヨーロッパ入るのが一番いいんじゃん。とりあえず5大陸制覇。5大陸制覇でしょ、まずは。で、一生の間に全世界行きたいね。もう入った国ないっていう、はい、全部の国入りたいね。本当に制覇。髪の毛だいぶ伸びてきたな。自分より若い女に言ったらどうしようもならないと思ってしまう。あれだよね、年齢上の女の人はそう言うよね。若い女に勝てないって。運王さんいらっしゃい。元気だよ。もしよかったらフォローして、運王さん。あ、旦那さん結構上なんだ。でもあれでしょ、浮気でガタガタ言うような女じゃないでしょ、姉ちゃんは。うん、28か。俺やっぱ年上の女が好きだからな。28じゃ物足んねえよな。28じゃ物足んないね。俺のタイプの女、小野陽子とか草間彌生だから。ロハコさん仲いいよ。 C さんいらっしゃい。今日今朝ね、ロハコさんから LINE 来てたね。なんかニコ生復活しないのみたいな。まだみたいな。ニコ生もうやめたよっつって、うん、ふわっちにしたっつって。俺31だね。いくつぐらいに見える？俺31だよ。子供の頃から老け顔だったから結構年上に見られてたりしたの。例えば13歳の頃になんかおじさんに、俺の年齢知らないおじさんに車のキーをそれで、おう、車ちょっとバッグ入れといてくれとか言われたりとか。いや、俺中学1年生なんだけど、みたいな、うん。そうそう。でもこっから老けないね。親父も若いから。老け顔だけど、ずーっと年取らない感じの人。そういうタイプの感じだね。だって俺、あれだよ、小学6年生の時この身長あったんだよ。だから卒業アルバムも頭2つぐらい違うの。超でかかったの。早熟家系なんだよね。で、どん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 抜かれていって。だから小学生の間はね、席順っていうか並び順はずっと後ろだったね。背の低い順に並ぶから。そういう家系なんだよ。でも耳鼻科行って薬もらってるんだけど鼻の通りが良くなってきた。やっぱあれだね、超アレルギー体質だから。アレルギー検査やったらダニとハウスダストが半端じゃなかったの。振り切ってたの。こんなの見たことないって言われた。すっごいアレルギー体質で、鳥のアレルギーはないから釈迦大丈夫って言われた。うちの彼は和道さんが嫌いと言ってるのでこっそり見てます。なんだろうね、多分ね、俺のこと見たことない人が俺のこと嫌いっていう傾向にあると思う。俺のこと見るとね、あ、なんだ全然違うじゃんってみんな言うもん。フォローありがとう。野八木さんありがとう。花粉はね、それが意外なんだけど、俺花粉も持ってると思ったら花粉はね、1だった。5段階評価で1。だから花粉症は持ってないんだよ俺。それがびっくりしたの。花粉症持ってると思ってたから。ヨモギが1で、ブタクサが0だね。仕事してるよ、夜犬さんいらっしゃい。ずっと別居なのですが、店主は接待と称した合コンやデートのようなものは昔からコンスタントにやってます。浮気症だな。浮気症だわ。それ治んねえわ。モテるんだよ、多分。いいじゃん。
40いくつになって。ハートありがとうね、まーちゃん。ありがとう。まーちゃんね、結構、あれだよ、ランキング上の方だよ。今ね、俺の、ポイントランキングは、ハッチが1位、のりこが2位、姉ちゃんが3位、姉ちゃんおめでとう3位、沢田ふわあかさんが4位、5位がなおたくさん、6位がなおなおなおさん、で、7位がくみたん、8位がモネ、9位がヨンヨン、で、10位にまーちゃんだね。10位にまーちゃん。俺のニヤニヤ、うん、はい、ワード2、たくみさんいらっしゃい。うん。そうだね、なんか課金してくれてる人が増えたからね。課金してる人が増えたから。モネさん入ってる入ってる、全然入ってますよ。モネさん8位で、多分ね、さっきの花火でね、クミタンを超えたよ。クミタンが8位に下がると思う。皆さん神セブンに入れるように頑張ってください。神セブンに。僕はそのポイントで軍資金にして旅に回りますので、世界を股にかけるスーパーマンになるんで。お菓子ありがとうございます。お菓子ありがとうございます。トリックはトリート。そこへ昨日上野で腕組んでニヤニヤしながら歩いてるところを正面からベロベロの姉ちゃんに出くわしました。軽く会釈しました。うわ最悪、うわ最悪、マジか。っていうか上野でそんなの出会うもんなんだね。うわやだな。旦那のリアクションどんな感じなんだろう。やだな、嫁にデート見られるとか最悪だな。最悪で、女の方知り合いとかだったらマジで最悪だよね。ないわ。いや姉ちゃん肝座ってるからね。俺も無理、冷静じゃ絶対いられない。大人な対応だよね。昭和の大物俳優の妻みたいだ。昭和の大物俳優の妻でしょそれ。軽く会釈とか大人だよね。あ、でもさ、軽く会釈するタイミングって結構重要だよね。ここは会釈すべきなのか声かけるべきなのか、俺結構見間違うタイプだから。俺は結構声かけちゃうタイプなんだよ。大人だわ。謝罪すると私に叱られるので時間を空けて策を練ってると思います。あ、旦那も大人だね。一応怒るんだね。金さえ置いてくれればいいタイプ。いや全然、姉ちゃん超稼いでるもん。姉ちゃん社長だもん、うん、だから超できる女だから。ご主人はどうなんだろうね。修羅場ってやつだな。いやーでもね、どうなんだろうね、男と女はね。しかも姉ちゃん再婚したばっかりだもんね。できる女は懐の深さが違う。結局ね、争い事とかね、何も生まないのよく分かってるんだよ、うん、できる人ほどそうだよ。争い事は何も生まねえっていうのをね、先天的に理解してるっていうか、自分が損するだけだからね。俺だけど結構その一人の女に惚れ込むタイプだから、どちらかっていうとその浮気とかで傷つけるっていうよりも傷つくことの方が多いね。俺だから浮気したこと一回もないけど浮気されたこと何回もあるもん。見つかったことあるの。逆パターンやるね。プレイガールだね。プレイガール、すげえな。Thank you.
はい、いってらっしゃい、ヨンヨン。本当食べて寝てるだけの休日だったな。何にもやらなかった。やったことは彼女にサンドイッチ作っただけだったな。彼女がさ、美味しい美味しいって食べてくれるから嬉しいよ。クラブハウスサンド作った。歩いてたらいるはずのない時間帯に車で通って、なんで近場で浮気すんの。それさ、あの、浮気したらいい、浮気しても別にとやかく言わないけど、バレるのはダメだよ、浮気するの。マナー違反だよ。バレたらダメだよ。バレるのは本当にダメ。男の方が繊細だからね。はっきり言うよ。女の方がずぶとくて男の方が繊細だから。間違いないから。男って本当ね、弱い生き物だから。もっとね、男を大事にして、男を。女心と秋の空ってあれ嘘で、男心と秋の空が語源になってるんだよ、あれ。男の方、あの、なんかね、あの、江戸時代とかの文学とか見るとわかるんだけど、男の方が女よりも繊細だっていう描写が多いんだよ。なんかね、アメリカのね、文化が入ってきておかしくなったんだよ。日本人の男はもともと恋愛に繊細なんだよ。うん。男の方がメンタルダメだよ。肝っ玉座ってないし。女の方が肝座ってるよ、いざって時。男はダメ。女の方が強い、やっぱ。だってさ、男って出産の痛みで死ぬんだよ。女って出産に耐えられるんだよ。彼氏夜勤だったのにたまたま休憩で隣の区から来てた。ダメだよ、それは。それはダメ。減点ですよ、減点。彼女、男にとって彼女はね、もっと大切な存在だから、もっとね、彼氏を慈しんであげてください。なんで女の人って複数の人を同時に愛せるんだろう。俺そんな器用なことできないんだけど。付き合いが合計18年だからもう怒ることもほとんどないすげえな。よっぽど魅力的な男の人なんだろうね。よっぽど魅力的な旦那なんだろうね。すげえな。今彼氏いるの？いや彼女な。彼女な。彼氏じゃない。大切に扱わないじゃん。男は彼女だけね。みんな平等感あるね。それはあるね。それはあるな。それはある。いや男は不器用なんだって本当に。それねわざとやってるわけじゃなくて、あのうまく表現できないんだよ。男は失って初めて彼女の大事さとかわかるから。だからあれだよな、浮気いっぱい男がいる、女がいるような男のタイプってやっぱモテるタイプだもんな。優しかったりマメだったりとか、女心を巧みに操るよね。石田純一がそうらしいよ。めちゃめちゃモテるらしいよ。石田純一のこと悪く言う女はいないって言われてるぐらいだから。すげえいい人らしい。坊主じゃなくなっててびっくりした。だって結構前でしょ。あの便所太郎さんに坊主にされた結構時間経ってるもん。あれスキンヘッドにされたかんの。あまり会えなくて、T
ていうかだったら別れるべきでしょ。だったら一回清算すべきでしょ。絶対清算しないとダメだよ。それはそれはマナー違反だよ。マナー違反、それはねもはやマナーの領域だからダメ。マナーです。一回別れるのはマナーです。浮気はダメだよ。ダメダメ、そんなのダメ、全部言い訳ダメ、許さない俺は。ダメ、会えないからって他の男をダメ、絶対別れてあげない。ダメだったら別れるべき、だったら付き合わないべき。ダメ、それは好きだからはダメ。それは彼氏のこと物扱いしてるんだよ。自分の物扱いしてる。古舘ゆきさんいらっしゃい。そう、人間だから。ダメですよ。電話なり LINE でフォローしてって言ってるのに全然変わらない。別れるべきだな。それはうまくいかないな。別れるべき、それは別れるべきだと思います。それはね、多分ね、好きじゃないんだよ、うん、俺だって彼女と LINE 多分 100回ぐらい一日やり取りするもん。本当に100は最低くだらないぐらいですもん。8いらっしゃいわ。ずつされて嫌なことは人にやっちゃダメ。それが大人ってもんですよ。自分がされたら嫌なことは人にしない。風船ありがとう。ハッチ、バガーありがとう。全く合わないとお互い分かってるんだけどね、なんでだろうね。でもね、男と女ってね、努力して解決する問題ってないと思うよ。努力するっていうことは苦痛を伴うことだから、結局ね、会わなかったっつって会う人と付き合った方がお互いのためになると思う。だから自分にぴったりの人を探す方がね、いいんだよ最初から。そういうのいいですね。業務連絡のみの預けないとか、預けなすとかわからないでしょ。いや、だって俺は朝起きたら必ず彼女にメールするところから一日が始まって、一日の終わりは彼女に寝るところから終わる。おやすみっていう。で、しばらく連絡取れないなと思ったら新宿のビルから飛び降りようとしてたりとか、俺のパソコンをハッキングして、ニコ生を爆破したりとかするから、結局彼女と連絡と取れない時っていうのはやばい時だから。俺にとって。彼女が暴走してる時だから。愛されてるのかな。愛されてるかどうかじゃなくて、俺は愛してるからね、彼女のこと。あんまりね、愛されてるかどうかはあんまり俺にとって重要じゃないんだよ。愛してるかどうかでしょ。俺だから結構好きになる人って結構そうなんだけど、別に付き合ってなくてもいいんだよ。その人のことが好きかどうかしかあんまり関心がないんだよ。結構自分本位だから、その人のこと、その人が子供がいようが何だろうが好きでいられるか、彼氏がいようが何だろうが好きでいられるかの方が重要だと思う。そうそう、愛したい。愛せる対象があるかどうかだから。そう、愛されるよりも愛したいね。だってさ、人間がこれだけいてさ、俺人間嫌いだから、基本的に、基本的には人間嫌いなのよ。人類を憎んでるから、愛する対象がね、できるっていうのはね、結構俺にとって奇跡的なことなんだよ。多分ね、はっきり言って俺彼女のこと本当に愛してるけど、彼女のこと嫌いっていう女の人の気持ちわかるもん。なんか俺の彼女のこと苦手だったりとか、付き合わないでほしいっていう人の気持ちわかる。
あ、お前には分かんないだろうなっていう。俺ルールが重要なんだよ、俺ルールが。結局自己満じゃん、恋愛って。そう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 、それが大事なんだよ。彼氏と言っても他人なんだよね。旦那と言っても他人なんだよ。絶対ね、自分以外のものは他人なんだよ。親友って言っても何でも。でしょ？結局ね、もうね、そこなんだよ。結局ね、愛じゃないんだよ、それって。ギブアンドテイクになってるから、要は私がこれだけやってるのにこれだけしてよっていう話じゃん。俺はそれは恋愛じゃないと思ってんの。そうじゃないんだよ。どんなに無気に扱われても、どんなに冷たくされても、どんなにひどい扱いされても、この人のことが好きだっていうのが愛なんだよ。そう。愛って与えるものなんだよ。受け取るものじゃないんだよ。そこがね、俺は違うなと思う。モネと俺の価値観の違いだと思う。ケネツグさん、カネツグさんいらっしゃい。カネツグさんフォローありがとう。見返りはない。いや、石野康介の話してない、俺は。そうだね、きった。部屋だいぶ綺麗にしましたね。見返りは求めたらダメだよ。結局、見返りを求めてそれをやるっていうことは、本当の正義でやってることじゃないんだよ。そう、本当に正しいこととか、本当の正義とか、本当の愛っていうのを与えることだから。その時のリアクションじゃないんだよ。見返り欲しいのはだから愛ではない。見返りが欲した瞬間に愛じゃなくなると俺は思ってる。それは仕事でしょ？もらってばっかりの恋愛してたから、今与える側の恋愛になって本当愛されてるとか考える。だから、それは与え合う人と出会うべきだよ。いつか出会うんじゃない？なんかそれって奪い合うみたいになっちゃうんだよ。そんな愛は親以外からはもらえそうにない。俺は親からそんな愛もらってなかったけどね、俺は親からもらってなかったから、だから多分そういう考えになったんだと思う。みんなが当たり前にもらってるものをもらえなかったんだよ、俺は。あ、無償の愛ってやつ。だからどういうことかっていうと、だからここにいる女性陣が訓練をされてる時に、訓練に夢中になって入れてっていう女は最低な女だよ。訓練をされてるでしょ、みんなが。で、気持ちが高ぶってきて入れてっていう女は、ここにいる中で入れてっていうやつは俺は価値観合わないよ。訓練をされてる時に、いや、私にフェラーをさせなきゃっていうか、私がフェラする側だからみたいな感じじゃないと、俺とは付き合えないよ。石野さんみたいな男と付き合えば究極の恋愛できる気がする。いやー、魅力なさすぎだろ、男として。俺、石野すげーやだ。異性としては絶対付き合いたくない。俺、女がね、セックスしてる最中に入れてっていう女、大っ嫌いなんだよ、ほんと。ほんとに嫌い。なんで俺命令されないといけないの？なんでだろう。
俺はとっても嫌だね、それが。入れます？ああ、入れますか。俺ド M だよ。だって俺昨日どんなセックスしたかっつったら多分2時間ぐらいフェラされてたよ。2時間ぐらい手こきとフェラされてたよ、うん、ド M でしょ。2時間手こきされたことないでしょ。うちの彼ド変態だからそんな風に言って欲しがる、うん、昨日2回した、うん、チンコなくなったんじゃねえかと思った。本当本当ね、チンコどこ行ったんだろうと思った。もうチンコが溶けたんじゃないかと思ったよ俺。最後の方おかしいなことになってたな。で案の定やっぱセックスしてたら和藤さん和藤さんって声が外から聞こえてきたから和藤さんって日曜日はやつが来るからね。ピンポンピンポン和藤さん彼女と思いっきりシカトしたわ。お願いって言ってされたら、あ、それも嫌い。それもダメ。とにかく俺は指図をされたりとか命令されるのが大嫌いなのよ。とにかく嫌いなの。うん。NG コメになって言いたいことが書けない。頑張れ頑張れ。キッタン、和道のとこ久しぶりさすぎて最近の和道事情わからん。特になんもないよね。働き始めたっていうのと、部屋が綺麗になったのっていうのと、彼女ができたんだけど、彼女が超絶メンヘラっていうぐらいかな。うん、彼女が超絶メンヘラで、俺よりもキャラが強いっていう。黙ってろって感じでもないんだけど、俺は濃厚なセックスがしたい。濃厚なセックスがしたい。だからイマラチオよりディープスロートが好きなの。わかるかな。なかなかね、なかなかね、そんなね、君たちみたいにシコ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 してる人たちにはわかんない世界のセックスをしてるよ。新生 M の人と付き合ったことある。バックから台本出されての話飲みながら聞かせてあげて。いやそれはね、あの新生 M っていうかね、イメクラ好きなだけだと思うけど、うん、めっちゃ変わったやん。就職おめでとう。ありがとう。バイトだけどね、バイトつうかね、あの働いてるっつっても就労移行支援 A 型って言って A 型作業所なんだけど、うん、そうスローなやついいよね。スローなやつで2時間俺はトロトロにされちゃったから昨日。おなごのようにあえいでたな。風船ありがとう。おなごのようにあえいでますよ。言葉攻めが好きで最初もどもって攻めないかと緊張した。あ、言葉攻めはいいね。言葉攻め大事だよね。俺はね、セックスの最中に、セックスの最中に敬語使ってくる女が好きだね。うん、普段生意気でタメ口なくせして、セックスの時だけ敬語を使うやつは俺はできる女だと思ってる。和道ポイント高いよ。うん、その、男のこの制服欲みたいなのあるんだ。いや、違うんだよ。M なんだよ。違うんだよ。違うんだよ。違うんだよ。お前、だからね、俺もっと言うなら、S と M で語るほど、セックス二元論で語るほど浅くねえわ。うん。それが浅いんだって。M と S じゃないんだよ、セックスは。性欲は、うん。そんなね、浅いセックスやってないですよ、僕は。
でもまあまあみんな言うな。本当にこれはマジで、これはマジの話。元リスナーっていうか現リスナーだよ。多分今も見てると思うよ。まあね、俺セックス本当うまい。本当にうまい。俺ね、多分ね、人類で一番セックスうまいんじゃないかって思ってる。キッタンフォローありがとう。これマジだかんね。SM だから S と M っつってもまあまあ。だから俺がいつも言うのは、もうセックスってすごい単純なんだよ。自分が気持ちいいことじゃなくて、相手が気持ちいいことを常に探求する旅だから。お互いそうだったら最高なの。もう自分の度外視して、相手が気持ちよくなることだけ、相手の気持ちいいところだけをまさぐり合う行為だから。うん。飲んだら恥ずかしがり屋だからね、多分言わないと思うよ。うん。俺相当自信あるからね。相当自信あるからね。ドラム支援やってないね。うん。まあポイントあるからね。なんだかんだ稼げてんだよね、ふわっちで。ふわっちでね、アイテムね、今いくらだ？今日5日目なんだけど、5日で2万。5日で2万良くない？なかなかだと思うよ。5日で2万は結構いいペースだと思うよ。しかも狙ってないからね。うん。金くれって言ってないで、こう、コンスタントにみんな花火くれるんだよ。花火とかアイテムくれるから。もうさっきから花火がボンボン打ち上がってる。のんたんかわいいよ。うまいっていうやつほど期待したせいかそんなにないと思ってしまうでしょ。だけど、俺のセックス論語ったらみんな和道はうまいって。和道はうまいってみんな女性が言うから。男が言うんじゃないの。女性リスナーが和道絶対うまいわって。これマジだから。だってニコ生でやってたね、新シリーズ、和道のイカ臭い話っていうのやってたの。松本人志の滑らない話あるじゃん。あれをもじって、和道高光のイカ臭い話っていう定番コーナーやってたら、まあ女性リスナーが食いつくわ。イカ臭い話復活したいよね。うん。男目線のセックスじゃないの？俺女性目線だからセックス。うん。ふわっちではやらないかな。和道高光の、イカ臭い話。てれて。あれはレギュラーになるよ、多分。深夜番組からゴールデンに進出できるぐらいの企画力ある番組だと思ってるから。拠点完全にふわっちだね、俺。完全に今ふわっち。ふわっちにめちゃめちゃハマってる、今。俺めっちゃ好きだよ、このサイト。今、ふわっちにメロメロ。ふわっちばっかりだもん。ハートありがとうございます、くみたん。ニコ生彼女に爆破されちゃったからね。もうやらないんじゃないかな。もう多分ね、ニコ生やんないと思う。チャンネルとかの話来たらやるかもしんないけど、もういいかな。いやー、クラブハウスサンドうまかったよ。男は女目線、女は男目線、これが成功したら離れられない存在になる。そうそうそう、うん、ニコ生あんま好きじゃないか。ふわっちがいいね。ふわっちでリスナー優しいしね。なんかたまになんかアンチみたいなの来るけどすぐいなくなるもんね。だから普通に雑談まったり話すのはここが一番いいと思う。キャスもいいんだけど、キャスの場合人が集まりづらいんだよ、俺の場合。ふわっちはね、すぐおすすめ乗るからね、新規リスナーさんがバンバン戻ってくるし、和道のことをもともと知ってた人がね、すぐコミュ登録してくれるんだよ。なんだお前ここいたのかよ、みたいな。今ふわっちが熱いよ。あれ美味しそうだったでしょ。あれはまずパン屋さんで買ったパン、要はあの食パンなんだけど、パン屋さんのパンなの。
で、まずチーズがチェダーチーズ、クリームチーズ、チェダーチーズの3層になってる分厚いチーズを乗せる。で、レタス、なんかサニーレタスみたいのをバーって広げて、トマト高かったからプチトマトをスライスして5個ぐらいこう並べるの。で、マヨネーズ入れて、で、そこに焼いた、カリッカリに焼いた、薄く焼いた卵を乗せる。で、そこにハムを何枚も乗せる。で、ケチャップとマヨネーズをこう薄く引いて、で、そこに、卵とマヨネーズクラッシュした卵サンドのやつを乗せる。はい、完成。ニコ生時代のサブってことはんで、あー、サブさんか。オッケーオッケー。よろしく。サブさん久しぶりじゃん。うん、思い出したわ。切ったんで、ね。オッケー。コテハン変わるとね、俺らは、全く別の人になっちゃうからね。ロンタンかわいいよ、本当に。美味しいよ。今日はそれにね、玉ねぎを揚げたやつ、フライドした玉ねぎをこう散りばめたけど。ノンタンスタイルめちゃめちゃいいからね。子供みたいな体型だからな。もったいないよ。あんだけね、スタイル良くてね、顔もまあまあ可愛いんだから、彼氏作ればよかったのにね。もう5、6年いなかったらしいよ。ていうか下手したら10年ぐらい彼氏いなかったって。一人付き合っても2ヶ月ぐらいで別れた。うん、ちっちゃいよ。人形みたいだよ、ほんと。人形みたい。ノンタンと配信してんの？ノンタン配信してるよ。うん。よく出るよ。まあよく出るっつってもね、新宿のビルから飛び降りようとしたりとか、破天荒な女性リスナーと罵り合ったりしてる、そんな感じだけど、基本的にノンタンが出るときは放送が荒れる回だから。ナンパされたりしてなかったのかな。いや、家から、ま、一切出ない。家から一切出ない。本当のガチ引きこもりだから。もう典型的な2チャンネラーだから。もう本当絵に描いたようなニコ生民だよ。本当に典型的なニコ生民。マジで家から出ないんだもん。のんたんの香川の秘密、あれ爆笑だよね。本当あれは本当笑ったわ。ああいうのいいよね。やっぱニコ生やるやつとか変態ばっかりなんだろうね。変なやつばっかりだよ、ほんと。やばいな、明日仕事なんだよな。明日っていうか月曜日仕事なんだけどさ、うん、月曜仕事。最近ボケ防止に料理たまに始めたんだけど、調理器具から添えるのに時間かかって進まない。そうか。俺調理器具ってそんないらないと思ってるんだけど、フライパンがあれば俺どうにかなるかな。フライパン鍋とかにしてたよ。ただ俺調理器具はめちゃめちゃ金かけてる。調理器具ね、男の調理器具じゃないよ。まず男の家なのに、あのだし巻き卵の焼くやつとか持ってんのよ。だからまずこの家絶対女いるって言われるもん。まず俺これ8000円のティファール。まずね、男ってフライパンとかに金かけないから1000円2000円のフライパンなんだけど、もうちゃんとしたティファールの8000円のフライパン、このフライパンでまず始まったんだよ。俺の生活保護の歴史はこっから始まったの。まず何手に入れようと、フライパンから始まったから。で、お気に入りはこれ。これね、服部先生がやった鉄鍋なんだけど、
これね、1万2000円するやつ。うん。これがいいんだよ。これでご飯炊くと美味しいの。で、一回ね、みーちゃんがね、もう火事起こして、丸っこけになったんだけど、丸っこけになっても、磨いたらこうなった。これマジいいよ。あの、プロ用、プロ仕様。丸っこけになっても、ビッタビタに焦げ全部になって、もう部屋中黙々になっても、洗ったらこうなった。これ、服部先生の鍋、おすすめだよ、これ。東急ハンズとかでも売ってるし、豚屋さんで売ってる。服部プロデュース。うん。欲しくなっちゃう。でも、どれがいいかわかんない。フライパン、セラミック。フライパンはね、だから、火が出るコンロか、ガスコンロか、IH かで変わるけど、うち残念ながら IH なんだよ。だから、熱伝導率のいいやつ買った。俺は料理はね、結構うるさいよ。だからね、いつもね、部屋、女の子がこの部屋入ると、あの、女の子みたいな、なんか、ヘラとか、なんかいろんなものがあるの。キベラとか。超うまいよ。俺のご飯。だからね、男の一人暮らしなのみりんでしょ？みりんもあるし、酒もあるし、あの、本当にね、女みたいな細かいその調味料とかあるから、女が大体疑うね。これ、この部屋女いるでしょって。いや、いないっつって。で、料理作ると納得する。うまいって。うん。そう。俺さ、一番最初のアルバイトが料理だったから、調理系から入ってるから。だから、その、料理好きなんだよ。うん。だって、俺の家で一番料理うまかったの俺だもん。だから弟とか妹とかが、高光のチャーハン食いたいから作ってよとか、高光のお好み焼き食べたいって定期的に言うもん。うん。弟とか妹とかと全然友達じゃないし、全然遊ばなかったけど、料理だけはうまいっつって。うん。終わりないよ。あとはね、ほんと料理はね、こればあちゃん、もう調理師だったの、ばあちゃんは。ばあちゃんずーっともう何十年も調理やって生きてきた人だけど、こればあちゃんの名言。これだけ覚えておけば料理うまくなる。調味料は高いやつ買え。これ鉄板、マジで。調味料高いの買いた。調味料塩とか、胡椒とか、めんつゆとか、日本酒とかみりんとかって、高いやつ買った方が絶対いい。あのね、そんな減るもんじゃないし、料理のランクガンって上がる。そう、素材じゃないんだよ。うん。調味料は高いやつ買いな。本当に。マジで料理の質だいぶ上がるよ。みんなね、あのね、そういう細々したものを節約して安くしちゃうんだよ。だからまずくなるの。うん。そう。だからばあちゃんとね、唯一仲良く話せるのは、戦争の頃の話をばあちゃんから聞くときと、料理の話。例えば、あの、ばあちゃんに、その、食材買ってこいって、お前何もしないんだから、つったら、俺が自分の給料で高いやつ買ってくると、これは天皇陛下が使ってたメーカーだ、とか言ってばあちゃんが喜ぶんだよ。このめんつゆは皇居御用達のやつだ、つって。これ高かったの、つって。おめんつゆ1600円したわ、つって。よし、これで親子丼作ろう、とか言って。味噌汁は出汁だよ。出汁。ダメ。あの、全然、その、家計にあんま打撃与えないから。あと、まず、俺が、あともう一個教えてあげる。クックパッド。いや、はい、クックパッドを見て料理してる人手挙げ。はい、みんな。クックパッドで料理してる人手挙げ。クックパッド。要はネットの SNS で調べる人。調理を。何人ぐらいいる？モネは違う。クックパッドで調べる人。え？正解。クックパッドって日本最大の料理サイトなんだけど、クッキングのレシピサイトなんだけど、クックパッドはダメ。あのね、これだけ覚えておいて、一冊の料理本をマスターすること。写真付きの一冊の料理本をちゃんと買うこと。これ一冊でいい。まずは一冊を全部作ろう。これで料理の基礎全部覚えられる。これほんと。なんでかっていうと、料理本って煮付けであったりとか、だからね、
あのね、みんな知らないかもしれないけど、筑前煮とかの煮物あるでしょ。筑前煮とカレーの作り方って一緒なんだよ。美味しい煮付けの作り方と美味しいカレーの作り方って一緒なの。だからどうやってその下ごしらえをするのか、どうやって煮付けるのかっていうのを覚えたら何でもできるようになるの。だからなんつうの、一冊の料理で魚の焼き方、料理の下ごしらえの仕方、煮付けの仕方って覚えていくと、もうどんな料理も基本的には対応できるようになる。だから一冊の本をマスターすることが一番いい。で、できれば一冊の本の中でこの人の味付けが好きだなっていう調理師を見つけること、これ間違いないから。で、なんでクックパッドはダメかっていうと、素人が投稿してるから味がめちゃくちゃなの。基本的にまずい、クックパッドのレシピはダメ。で、そうだな、一番最初にね、覚えるといいのは、洋食やるんだったら必ず俺が言うのはオムライス。オムライスはマジで奥が深いから、オムライス極めたらね、本当洋食はマスターできるよ。家の味と彼の好きな味が違うからめんどくさい。ああ、筑前にね。うん。俺ほんと料理まずいって言われたことないもん。料理とセックスはまずいって言われたことない。うん。でもね、料理とセックスって結局一緒なんだよ。要は、あのね、料理ってね、手間暇なんだよ。手間暇が愛情なの。要は、アクを取らないといけないところ、アクをめんどくさいから取らなかったりとか、ね、1時間煮ないといけないところを20分で済ませようとするからダメなの。あのね、同じ食材で作っても、俺確実に味が違うから。それがね、手間暇なんだよ。手間暇。俺アウトロー配信なんかやってないっすよ。うん。うん。料理は手間暇っすよ。本当に。俺の配信見たことないでしょ、アウトロー配信とか言ってる人。うん、アク取りだけでね、全然味変わるよ。丁寧にアクを取る、出汁を取る。あとね、何でもね、強火でやればいいってもんじゃないよ。出汁を取る時とか、例えば味噌汁って沸騰させちゃいけないって知ってた？味噌汁沸騰させるバカがいるんだよ。味噌汁って絶対に沸騰させちゃいけない飲み物なんだよ。うん。だから80度ぐらいでキープしないといけないの。だからそれが分かんないんで、グツ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 煮ちゃうんだよ。味噌汁は低温でゆっくり煮つ、やっていかないとダメなんで、味が壊れるんだよ。手を込んだ料理を作ると失敗率が高いのはなぜだろう。時間かけすぎ。要は味が劣化するから。時間をかけすぎなのと手間、要は段取り不足だね。段取りが悪いってやつ。要は基礎を分かってないからできないんだよ。それが段取り不足。だから頭の中で手順っていうのが、俺料理するとき必ず出るの。だからそう、コンロが1個だから、この間にこれをやっておいて、これを煮つけてる間にこれを下ごしらえして、ここは下茹でしておいて、ここをお皿に持っておいて、最後にボンってやれば時間最短でいくとか。うん。ぐつぐつ言わせたらダメだよ。うん、俺ぶち切れるもん。味噌汁沸騰させた女がいた時点で、あ、こいつ料理やったことなくて、彼氏の前でいい格好してるなっていうのを一発でわかる。クマちゃんいらっしゃい。一発でわかる。だから一緒にスーパー買い物に行くとわかるよ。うん、あとね、大体ね、あの女と一緒に飯食うと、そいつが料理やるかどうかわかる。ああ、大体ね、バカな女で、ああ、あんまり脂っこくなくて美味しいとか言うから。脂っこいものを食いに行ってるのに、あんまあっさりしてるとか言う女は大体ダメ。うん。この中トロあっさりしてるとか言ってるやつはもう話にならない。あの食い物をあと食い物で例えるやつはダメ。うん。あー、フォアグラみたい。フォアグラ食べたことないのにこういうこと言うから。うん。もうそういうやつは大抵料理下手。もう話にならない。俺全然亭主関白じゃないよ。全然亭主関白じゃない。ただうんちくがうるさいだけ。小言が多いだけ。
苦笑いするほどまずい料理作ってくる女とかいるかな、たまに。うん、苦笑いするほどまずい料理作ってくる女、ほん、あとね、女の味噌汁で大体まずいのが水っぽいやつね。要は、お湯で味噌溶かしてるだけのバカ。お前外人かよっていう。外国の日本料理屋じゃねえんだから。グツグツ言うしいいのは配信だけってか、だいたい料理まずい女の味噌汁はね、もうお湯の味なの。お湯に味噌溶かした。いや、だしなんだよ。だし文化なんだよ、日本って。だ昆布とカツオでだしを取らないやつはもうダメだよ。うん、味噌汁の身の汁も語らせねえよ、俺。それ味噌汁じゃないかんね。うん。味噌のお湯溶きだから。で、昆布をちゃんと、濡れた布巾でこうゴシゴシやるところからやってないの認めないから、こう買ってきた昆布をそのまま入れるバカとかいんの。出汁取っちゃおうとか言って、私出汁取っちゃおうとか言って、バカ吹けってどうすんだお前、汚れてるぞ。その昆布は濡れた布巾で拭くところから始まるんだよ、うん、もし好きな女がまずい料理作ったらどうする？美味しいって言って食うね。俺は絶対に否定しない。まず美味しい美味しいって食って、次の日俺が作る。格の違いを見せつける、うん、いや、本出しでもいいのよ。本出しでも味の素だって、出汁の話してるのに味の素だって聞いた？みんな、俺出汁の話してるのに味の素っていうバカがいた。味の素だって、もうイライラする。味の素は出汁じゃありません、うん、いや、本出しいいよ別に。本出しいいんだけど、ただ一回でいいから出汁から取った。あら汁とか、あら汁もさ、バカだからさ、魚一回煮詰めねえんだよ。だから臭えの。俺は生姜と魚をあら取るから。まずグツグツ煮るのよ。で、お湯で取るのよ。それうまいんだよ、臭くなくて。うわぁ、出た、味の素だって。出汁の話してんだよ、俺。うん、もうダメだ。もう、クミタンの料理俺絶対食わねえわ。俺はだから、女の子に否定はしない。否定はしないけど、あ、この人に料理作ったらまずいなっていう空気を作るの。うん。だから、のんたん、もう俺にデミグラスソースのハンバーグ作ったけど、もう出しゃばらなくなったもん。俺の方が料理うまいの分かってるから、俺の前で料理作ろうっていう気にならせなくさせた。あ、美味しいねって言って食べるけど。料理苦手なのは基礎ができてないから。基礎がちゃんとしっかりしてると本当に味変わるし、うまい料理作る女は本当に愛されるよ、うん、あのね、料理がうまかったら男は帰ってくるから、間違いなく。飯がうまかったら帰ってくるから。要はね、亭主が帰ってこないのは飯がまずいからだよ。うん、料理は絶対勉強した方がいいよ。板前の彼と付き合ってる時は一度も手料理作らなかった。それが正解、うん、それが正解。餅は餅屋って言うだろ。でも料理は本当にセンスじゃないからね。ちゃんと、だから職人さんって10年、なんつうの、10年やったらちゃんと職人さんって継承できるじゃん。料理はちゃんと勉強したらどんな人でもうまくなれるんだよ。要は努力不足なの、完全に。料理だけは。料理が下手なのはちゃんと勉強してないから。米の研ぎ方とかも知らん、米の研ぎ方知らねえ女とかもいっぱいいるもんな。俺の米うまいぞ。うちのご飯マジでうまいぞ。米がうまいぞ。米立つから。だから炊飯器あんま買いたくねえんだよ。
研ぎ方下ごしらえ、要はね研いだ後にすぐね雑に研いで米を崩してで炊飯器にポンって入れるバカがいるんだよな。冬場は1時間夏場は30分必ず浸さないとダメだよ。米の研ぎ方、うん、手順っていうかもう研ぎ方よ。シャリを作るんだよ、シャリを手早くで、そのぬかの匂いがつかないようにすぐ揚げる、手早く軽く優しく。完璧にやらないと。ご飯うま、おにぎりうまいぞ、うちの飲んだら感動してたからね。おにぎり、おにぎりじゃないよって、おむすびだから。俺は握らないから、米と米を結ぶから、米と米を結んでおむすびだから。おにぎり握るな、米握んならベチャベチャになるわ握るな、米を結べ。ごめんね、ちょっと食にうるさいから俺。久美田勉強しなくて女に料理を振る舞うぐらいの男と一緒に。そうそうそう、そういうことよ、そういうことだよ、そういうこと。あ、フォロー増えた、フォロワー増えましたね、ありがとうございます。中さんフォローありがとう。はい、お、お味噌汁さんいらっしゃい。ありがとうね、この前。お味噌汁さん、あれだね、デイリーランキング1位になってたね。1位だか、3位以内に入ってた。すごいんだね。今度見に行きます。見に行こう。ちょっと待って、フォローするわ。お味噌汁。フォロー、あれフォロー、どこだ？あれフォローボタンがないな。あったあった。フォローする。フォローしました。どうもどうも。そうだよ、あと具材で味噌汁ごまかすなよっていうね。しっかり出汁を取った味噌汁はうまいんだよ。で具材は後からやってほしい、うん、具材はなんかね豚汁みたいなのを作るバカがいるんだよ。具材多くしてごまかそうって、ダメだよ、ダメだよ、アクが出るだけだもん。人参から強烈なアク出るだけだから。だから具材でごまかさないでほしいよ。豆腐と青さ、青さとかいいね。青さとかね。どうしようかな、一旦寝た方がいいかな。一回寝た方がいいのかどうなのかなんだよな。仕事だからな、完璧に変な時間に起きちゃったからな。それ以上料理苦手な私たちを追い込まないで放送する？いや全然いいけど、外配信でもやろうかな。今日雨降ってる。今日天気はどう？曇りか、うん、おおおおおお、城ありがとうございます。ありがとうございます。西新宿から、西新宿から自転車でどれくらいで行けるんだ、ちょっと検索してみよう。西新宿、西新宿、あれ西新宿
西新宿5丁目2時間自転車検索ってどうやってやるんだ Google って自転車ルート検索できないんだいやチャリ配信しようかなと思って姉ちゃんありがとうねハロウィンありがとうございますハロウィンびっくりすんだよな急に来っから何やろうかな配信この前自転車配信やったんだけどクソかそったかんな雑談の方がいいのかなスカイプだよスカイプなんか変なね過疎な話が慣れ合ってんだよスカイプ上でクソめんどくせえわやろっかな朝9時から仕事だからあと10時間ぐらいあるもんねコプセルさんいらっしゃい久しぶりもしよかったらフォローして最近ふわっちばっかりやってるからよろしくそうなんだよなんか重なる話がよくかけてくるんだよねうぜ料理のうまい男がひたすら自転車をこぐ放送そう料理とセックスがうまい男ねお、皆さんツイッターのフォロワーが300名超えましたありがとうございますツイッターのフォロワーが300名超えましたありがとう徐々に復活の兆しが見えてきたねありがたっすハートプレゼントありがとうございますなんかねえかな。六本木行こうかな。自転車で六本木って行けるかな。西新宿。六本木のスタバ行こうかな。六本木遠いな、ちょっと。六本木遠いな。あ、六本木そんな遠くないな。え、六本木って歩いてこんな近いの？え、六本木って歩いて1時間で行けるの？自転車で30分ぐらいじゃない？六本木行く？今から六本木でフラペチーノ飲む。おはよう、風花。おはよう。フラペチーノ飲むみんなでフラペチーノどう六本木行っちゃう夜徘徊しようよ夜の街を賛成反対ペチローって何ペチルって何あ、フラペチーノフラペチーノ手に入れに行くかちょっと暇だからさ誰かスタッフでさ経路案内やってくれる人いない
誰かあの Google マップを見ながらそこ右とかそこ左とかできる。フラペチーノ行くか。あ、左右反対だこれ。フラペチーノ飲もうぜ。前回の失敗を踏まえてセッティングちゃんと完璧にやんないとね。絶対できない。フラペチーノを手に入れに行こう。お前のそのキングスライム3本の UFO キャッチャーで撮ったの？そうだよ、 UFO キャッチャー。あのさ、コプセルさんさ、あんまり仲が良くない人に対してお前っていうの良くないと思うよ。友達とかだったらいいかもしれないけど、俺あなたと友達じゃないから、お前って言われると気分悪いからさ、せめて和道って呼んでくんね。自転車整理してくるね。物ばかりのいい人だった。よろしくね、コプセルさん。よいしょ。どうしようかな。お金か、ハト。お金はこんだけあれば大丈夫か。うん、こんだけあれば大丈夫か。よし。じゃあ、一旦切ります。一旦切ります。また見に来てね。すぐ開くから。お疲れ。だけど全然わかんなかったよ。音聞こえる？オッケー。ごめんね、なんかさっき聞こえなかったみたいで。六本木はどっちだ？
今ね、新宿中央公園。方角合ってる？合ってるかな？どこら辺だろう？甲州街道がどうのこうの言ってたな。ね、六本木に向かおうと思ってます。行き方が全然わかんないの。どうやって行くんだろう。マッチアットマーク片道推しハンバーガーをプレゼントしました。ハンバーガーありがとう。バガーありがとう。バガーありがとう。勢いで出たはいいけど、全然わかんないよ。まあ、適当にプラプラするのも楽しいよね。そうだね、東京楽しもう。はい、和骨いらっしゃい。
表参道だって。どこ行けばいいんだろうな。甲州街道。全然わかんねえな。とりあえずまっすぐ行ってみっか。とりあえずまっすぐ行くわ。全然わからん。西新宿で何してんの？俺の家西新宿なの。今から六本木向かうんだけど、どうやって行ったらいいかわかんなくて。俺家があの辺なの。まっすぐ、あ、ありがとう、教えてくれて。しばらくまっすぐ行くね。チーズチーズ。楽しんでって。今から、六本木の、スターバックス行くよ。信号渡らず？え、どういうこと？新宿方面に向かうってこと？甲州街道沿いを行くってこと？こっちじゃないの？こっちの方行くんじゃないの？え、どういうこと？六本木のスタバに行こうと思ってる。どっちでも行ける？じゃあまっすぐ行くよ。歩いて、あれじゃないですか、5分かかんないんじゃないですか。僕、神田川の方なんで。ジュースかよ。俺小学生じゃねえぞ。ジュースじゃ喜ばねえよ。もっとマシなもんよ、個性や。小学生じゃねえんだから。
がとうございます。ついちゃったよ。あれ？ここまっすぐでいいの？明治神宮ついちゃったけど。あれ？これ明治神宮でしょ？どこ行けばいいんだろう。まだまっすぐ？これ違うの？まだ先か。なんか乗馬クラブって書いてある。そんな着かない早く。全然外出ないから分かんないんだよね。東京乗馬クラブだって。ここ一回配信できたことあるな。こんなに近かったんだ。駅だと結構時間かかったけど、自転車だとすぐだね。治った？治った？ OK。 ずっと一人で喋ってたわ。なんだろうね、ふわっち今日回線重たいのかな。うん、なんだろう。謎だよね。マストさんいらっしゃい。ポテトうまいな。最近ふわっち重たいんだ。ポテトはマックが一番うまいな。なんかよくケンタッキーのマックのケンタッキーのポテトの方がうまいとか言うやついるけど、確実にマックがうまい。マックのポテトは平気だと思う。うん、マックのポテトはマジでジャングだよこれ。マンコさん、もうね電波が途切れて放送できないから帰ってきた。放送にならねえわと思って。そこ西新宿5丁目のマックで買い物して帰ってきた。うん、マックのポテトが一番うまいよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。遠い。いや、なんか30分ぐらいで行けんじゃないですかね、多分。2個買った。
寒い今日。東京やばい。運営に一言言ってくれよ。俺が言っても多分マッスーさんが言っても変わんないと思うよ。うん。でもなんか重たいの改善したってアナウンス来たけどな今日。うん。いろはこさんいらっしゃい。珍しい。ふわっちいろはこさん来た。赤つゆ。もうすっかり俺ふわっちの住民だよろはこさん。熊ぞろうが来た。熊ぞろうが。ロカさんふわっち楽しいよ。マックのポテトが一番うまい。うん、こんばんは。タケノコさんいらっしゃい。うめえ。はい、ワード2、ベロンチョいらっしゃい。うん、うまい。俺多分ね、予感だけど、のんたん、病気にはならないと思う。うん。うん。引っ越しやいよ。いつもと同じ部屋。ポテトは冷めたらまずいよ。揚げたてが一番うまいもん。配信でね、今5日目だけどね、2万ぐらい稼いでるかな、俺。うん。俺体重ずっとデブだよ。68キロとか。ポテトは冷めた瞬間、クソまずくなるよね。もううまいよな。あったよ。昨日2回パコったよ。これっていうか10キロ20キロなら1ヶ月2ヶ月で簡単に変動する。神田川臭いかな。うん。うん、朝までパコってたの。のんたんに2時間ぐらい手こきされてたよ。うん。2時間ぐらいずっと手こきされてたもん。チンコなくなったんじゃないかと思ったもん。全然自分のセックスは赤裸々に語ってるよ。隠してないよ。へえ。ていうか現代人の3分の1は糖尿病だと思うよ。
糖分って、糖分って、自然界で一番取りづらい物質なんだよ。生の喜びおじさん知ってるよ。うん。うん。まあ、必ず糖分が入ってるものって食物繊維って言って、絶対に、その、吸収できないものってセットになってるんだよ。江戸時代じゃないんだからさ、江戸時代とか食い物がなかったから1日米6合ぐらい食ってたんだよ。おかずじゃなくてもう米をひたすら食う、漬物とさ、あと味噌。うん、こんばんは、風花いらっしゃい。ああ。お菓子ありがとう。マックシェイク。うん。マックシェイクだよ。お菓子ありがとう。うん。お菓子ありがとうございます。フーカも飲みたい。マックシェイク売ってるじゃん。うん。うまいよ。うん。ここの口径って、乳首、女の人の乳首の平均って知ってた？これ藤田伝が考えたんだけど、マックシェイクのこのストローの口径は女性の乳首の平均らしいよ。そうだよ。で、吸わないと出てこない粘土に作ってんだよ、シェイク。結構有名な話だよ。日本マクドナルドの藤田では結構経営者で天才だから。日本マクドナルドがなんで女性の平均の乳首のデータを持ってるかの方が面白いけどね。そう思わない？よくよく考えるとなんで日本マクドナルド社が日本人の乳首の平均値を持ってるのか分かんなくない？どこでデータ取ったんだよな。
絶対嘘なんだけど。赤ちゃんの頃の記憶を呼び起こす。おかず4割、米6割食べられると太らない。ああ、それくらいバランスいいかもね。俺はね、米8割、おかず2割でご飯いっちゃえるから。風船ありがとう、なおさん。月末だ、月末。今回はポイント繰り越しかな。なんかね、3万円からじゃないと振り込みできないらしいの。うん。おー、カートンめっちゃ嬉しいわ。これっす。アメリカンスピリットです。カートンめっちゃ嬉しい。晩ご飯野菜しか食べないんだ。肉食った方がいいよ。おかず少なくてご飯食べれるの羨ましい。米が好きなんだよ、もう。スーパー日本人だから、米がすごい好きなんだよね。うん。炭水化物大好きだもん。炭水化物うまくねえか。だから、デブになる人って、なんだっけ、メニューとか、レストランのメニューとかで一番カロリー高いやつを選ぶらしいよね。無意識に。そういう天才なんだって。でもそれわかるもん。太るもんばっかり選ぶ俺。おにぎりうまいよな。てかマンコさんめちゃめちゃいいとこ住んでますね。この辺のあれなんだ、マンションに住んでんだ。ラーメン&ライス。俺別にラーメンライスは別に頼まないな。そうそう、もともと、その俺糖質制限ダイエットで、1ヶ月で18キロぐらい痩せたのかな？一回実験やったことあるんだけど、1ヶ月じゃない、2ヶ月で18キロ落としたことがあるんだけど、番組っていうか、放送の実験で、糖分の勉強かなりしたんだよ。あのね、みんな間違えてるけど、カロリー計算嘘だよ、あれ。俺、カロリー6000キロカロリーとか食べてたんだよ。6000キロカロリー食べてて、糖質をもう超制限したんだけど、太らなかったもん。すごいイライラするよ。すごいイライラする。あのね、脂肪は食べても脂肪にならないの。脂肪、人間の脂肪ってほとんど糖分なんだよ、これ。過剰の糖分。一度冷やしたご飯は痩せるって言ってたよね。言ってないよ、俺。言ってない。俺そんなこと一言も言ってない。結構この辺の近所のリスナーさん 4,5 人いるよ。うん。結構飯食ったりする。マンションキャバ嬢多い。まあそういう街ですからね。あ、テレビで言ってた。冷やしたご飯なんか美味しくねえかんな。太りにくいんじゃなくて消化しにくいだけだと思うよ。いやー、昨日のセックスはすごかった話していいですか。昨日のセックスすごかった話していいですか。いやー、すごかったよ本当に。もうずーっと手こきされてた俺。ずーっと手こきされてたから2時間。リア充だから俺今。素晴らしい。俺は今石野康介と同じステージにいるから、うん、いやもう2時間チンコ溶けたかと思った、うん、2時間ずっと手こきされてたよ2時間。
飲んだら多分ヘドヘドになったろうね。うん。わかんない。痛いとかじゃなくて、もう最後の方、チンコ感覚なくなってたの。ニルバーナだったから。ニルバーナ。うん。行きっぱなしだったから、俺。行った後無理やりしごいたら彼氏に怒られた。ああ、行った後は敏感だからダメ。行った後はチンコ触ったらダメ。うん。行った後のチンコは世界で一番デリケートな部分だから。ニコ生やらなくなっちゃいましたね。みんなプロヤカ解約したみたいですよ、僕のリスナーは。うん、もう今月から払わないって言ってた。うん、くすぐったんよ。そう、ニコ生はもうやんないっすよ、川田ホテルさん。だってさ、冷静に考えてよ、冷静に考えてよ、配信5日で2万稼いでんだよ。しかもタダでできるんだよ。プロヤカ代に1500円かかるんだよ、向こう。やらないでしょ。うん。プレアカ代に1500円かかるんだからやらないよ、もう。もう多分ね、ニコ生やらないと思う、多分。本当に。うん。プレアカ解約していいよ、もう。本当にやんないと思う。だって人は集まるし、金稼げるし、俺からしたらこのサイト楽園なんだけど、マジで。金は稼げる、人は集まる。あ、ありがとうございます、お菓子。うん。お菓子ありがとうございます。匿名さん。ふわっちでしょう。いや、結構割かしマジでニコ生やる理由がない。マジでふわっちにハマってる。もうふわっちばっかりだもんね、最近ね。ニコ生やってもアクティブ10いかないもんな。6倍のアクティブ稼げるのは魅力的だよ。人がいた方が配信は楽しいから、絶対。初見さんいらっしゃい。ナボコフコフさん。配信で食ってくのが夢だからね、俺の。肝に水がなだれ込んだ。 FC2 ライブ経験あるよ、結構長いよ。 FC2 はかなりやった俺。でも FC2 もなんか人来なかったな、あんまり。気管にドバドバーって水が入ってきた。死ぬかと思った今。たまにあるよね。お菓子ありがとうございます。お菓子ありがとう。お菓子ありがとうございます。ジャックプレゼントありがとうございます。ニコ生じゃ大手でしたもんね。ニコ生じゃ大手じゃないよ俺、全然。あんなのは大手って言わないよ。
中堅ぐらいじゃないの。中堅ぐらいだと思う。ふわっち面白い人少ない。ワドちゃんの放送勉強になるから好き。ありがとう。勉強にならないよ、全然。ただ、面白い話とか、うんちくだったらいっぱい無限に出てくるから。うん。そういうね、なんか、話はいくらでもあるから、振ってくれたら全然するよ。俺はオタクだから。サブカル好きなんだよ、サブカルが。ニコ生も公式は面白い放送あるけどね、雑談系だと面白い放送全然ないよな。無限に出てくるとか羨ましい。多分ね、雑学に関しては配信者で一番雑学強いの俺だと思うよ。もうオタクだから。あと漫画はもう何千冊、多分ね2万冊ぐらい読んでるから、漫画、面白い漫画とか映画とかアニメとか、そういうのはね、引き出し多いと思う。白い影を見るのお家で、幽霊かな。くねくねだね、それ。くねくね。くね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 踊ってなかった。多分、くねくねで検索すると、いいと思うよ。うん。さっと影が走り抜ける感じ。あ、くねくねだろうな、多分。くねくねは見たら死ぬって言われてる。そう、見て正体が分かると死ぬって言われてるやつだね。大手の人の YouTube 動画って業者が作ってるんですか？多分業者だろうね。ヒカキンとか。うん。幽霊は信じてないけど怖い。うん。幽霊はいるとも言えるし、言えないとも言えるんだよ。いるっていうのも正解だし、いないっていうのも正解なんだよ。ニコ生オワコンな気がするけど、どう思いますか？ニコ生がオワコンになったのって今だけじゃないから、もう俺が配信始めた3年前でニコ生オワコンって言われてたからね。実際もうゴテゴテだし、運営がやる気ないから、あそこのサイトは。キャスが今一番でしょ。どう考えても。キャスが一番人集まってると思う。でも、ふわっち結構、これからマジで割と伸びると思う。今が一番面白い時期じゃないの、ふわっち。こんばんは、モルボスさんいらっしゃい。ニコ生は昔だけだった。昔はニコ生だけだった。今戦国時代。大手のね、結構朝日テレビとかが参入してきてるから、テレビ局がね、提携してね、配信サイトやってるから。ただあと規制が厳しくなると思うよ、これから。多分ね、そのニコ生っぽい現象、なんかこう神回とかが見れるのは多分今だけだと思う。だってさ、考えられなくない？俺今、プロタンより上なんだよ。アクティブ。今までどんな配信してきましたか？どんな配信だろうな。いろいろやってきたよ。でも結構雑談がメインだね、俺は。うん。すいません。ひろゆきじゃないです。ワドです。ニコ生はね、昔の方が面白かったよね。結局ね、誰がやってるかなんだよ。面白いやつがいないとダメなんだよ、配信サイトは。
昔はワドちゃんギラついてた。そうかな。そんなことないと思うけど。結構でも割とマジで大手になるためだけの配信をやってたよね。うん、人数増やすためだけ。もう配信で食っていくこと考えたらそれ以外ないと思ってた。そうだね。それそうでしょ。だって金かかるニコ生と、ていうかね、一番でかいのはスマホ税なんだよ。結局ニコ生ってパソコン税相手にしてたでしょ。だからパソコンのサイトなんだよ。スマホで見づらかったりするじゃん。だけどスマホに特化したキャスは魅力的だよね。スマホの普及台数の方が3倍ぐらいあるわけだから。3倍じゃ効かねえか。今の若い子パソコン持ってないでしょ。だからスマホで見れるサイトはこれから伸びるんだよ。だってインターネットそのものを普及させたのってさ、もう大衆化したのってスマホからがでかいと思うよ。スマートフォンが、なんかそれまでインターネットやってる人ってなんかオタクでしょって言われてたんだ。今じゃ考えられないよね。今じゃ生活の一部じゃん。 LINE とかさ、 Skype とかさ、 Facebook とか昔はほんと一部の人だけだったもんね。やってるのは趣味でやってる人っていうか変わってる人みたいな感じだったもんね。ニコ生のアプリはダメだね、本当に。やっと最近配信アプリ開発したけど、遅すぎるよね。もう巻き返し不可能だと思うよ。ニコ生がもし巻き返すとしたら、よっぽどいい課金サイト、課金系のことをやらないと無理だと思う。スマホあればパソコンいらない。っていうかね、用途が分かれたんだよね。パソコンのすごいところって、テレビって、こう、受け取ることしかできないんだよ、情報を。テレビはインプットするだけで、パソコンのすごかった発明っていうのはアウトプットとインプットを同時に行えるっていうところが発明だったの。だからそので、今度スマートフォンもインプットだけの装置になったんだよね。インプットに特化した装置になって、やっぱりインプットの人がメイン、9割方はインプットしたいわけじゃん。で、発表するとか、そのサイトを作るとか、配信者とかってやっぱ層が少ないんだよね。だからそれをね、住み分けが進んで、パソコンはアウトプットする人用のツールで、スマホはインプットする人のツールだと思ってるけど、サービスを利用する人って感じかな。ニコ生のね、チャンネル乱立は、しょうがないと思うよ、あれは。でも金払ってまで配信見るっていうのは俺はちょっと違うなと思ってるから。だってあのさ、テレビの方が、なんつうの、作り込みがすごいわけじゃん。そのテレビですらタダで見れるのに、姉ちゃんはどつ、テレビがタダで見れるのに配信に金払うとか意味わかんないでしょ。だから好きな人にチップ渡すとかならわかるけど、うん。あ、フォロワーが増えた。コフちゃんありがとう。ヤックンありがとう。ナカさんありがとう。キッタンありがとう。だからあくまで好きなタレントのグッズを買うとか、好きなタレントのコンサートに行くとか、好きなタレントにプレゼント渡すとかならわかるんだけど、番組を見るためだけに金払うっていうのは俺はナンセンスだと思ってるね。フォローありがとね。だって昔からテレビもそうな、好きな一部の囲いがその人に時計とか送ったり、その人のコンサート行ったりとかするわけだから。うん、無調査いらっしゃい。だからそれが正しい見方だと思うよ。基本無料で見れて、一部のファンがその人の生活支えるっていうか、その人のことを応援するっていうか。だってグッズを買うってお布施みたいな行為じゃん。今の時代さ、漫画の単行本とかもさ、ね、金払わなくてもネットとかに落ちてるわけだから。初見さんいらっしゃい。ピーマンさん、よろしく。だから時代が変わったんだよ。あ、またフォロワー増えた。タケノコさんフォローありがとう。だから構造的にはあんまり変わってないと思うよ。テレビのモデルを模倣した方が多分いいと思ってる、俺は。だからタレント力なんだよな、生主力って。
だから江頭2時50分とか生放送界隈でやり始めたら多分ごそっと大手になると思うよ。出川とか。ふわっち歴今日で5日目っすね。今日で5日目。あ、違うか。日付が変わって6日目かな。まだ1週間経ってないよ。きたきたさんこんばんは。こんなまだまだ新参者ですよ、僕は。またフォロワー増えた。きたきたさんフォローありがとう。俺はふわっち好きだけどな。しばらく半年ぐらいここでやってこうと思ってるね。玉太郎さんいらっしゃい。リスナーが多い方が楽しいんだよ、配信者。やっぱ見られてなんぼの世界だから、見られなかったらアウトだからね。匿名性あるコメントと匿名性のないコメント、どちらが好きですか？あのね、これはリスナーが根本的に勘違いしてるけど、インターネットって全部匿名なんだ。あのね、コフちゃんっていう偽名を使ってるのってこれ匿名なんだよ。だからコテハンがあるイコール匿名じゃないと思ってるのは間違いの。だってさ、コフちゃん、みんなさ、サムネさ、例えばキタキタさんって本名じゃないじゃん。で、ポケモンのモンスターボールのサムネじゃん。これって本名でもなんでもないじゃん。だから匿名なんだよ。だからネットって基本匿名なの。そう。だから、なんかそう、よくそのニコ生原理主義のなんか匿名じゃないとコメント打ちにくいとか言ってる人は遅れてるだけだと思ってる、俺は。いや、そんなのさ、適当なサムネに適当なアカウントつければ匿名なわけじゃん。そう。そう。ただ IP 番とかがあるかないかっていう差だと思うけど、うん、俺はだから全てインターネットのサービスのほとんどが匿名だと思ってるし、俺だって彼女の本名で呼ばないもん。彼女も俺のこと和道さんって呼ぶし、俺も彼女のことのんたんって呼ぶから、ふわっち内だと匿名なのに匿名じゃないみたいな雰囲気がある。おー、どうなんだろうね。そこはまあまだ、だから日本人がネット文化に遅れてるから、ここ2、3年で解消していく問題だとは思うけど。だからね、ネットの中にね、人格ができ始めてるんだよね。リアルな、始末坂道っていう自分と和道っていう人格。俺の場合ほら、和道で過ごしてる人格の方が長いから。だから、二つ人格を持たないといけない時代になったんじゃないの。俺はそういうのめんどくさいから、和道と坂道は連動してるけど。うん、そう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 。ね、俺は疲れるな、そういうのは。だからネットはツールだから、あくまで。ネットはこうあるべきとかあんま考えてない。うん、それぞれ時代のトレンドがあるだけで。うん。その時その時によって考え方変わるんだよ、大衆は。うん、そうそうそう。だからニコ生のその嫌よっていう文化はさ、2チャンネルから継承した文化なんだよ。2チャンネルの固定ハンドルネームと匿名って言って、でも IP では管理されてるから、実際はさ、あの、なんつうの、悪いことやったら訴えられたり警察来たりするわけじゃん。それと一緒よ。やめてくんない？ちょっと待って。なんでそのさ、プライベート、なんで俺のプライベート放送で暴露すんの？やめてくんない？モンタどうしたの急に。何それ、なんで俺急にプライベートさらされたの？やめて。俺のプライバシー。俺全裸で寝てるけど、うん。なんかちょっと恥ずかしいんだけど。なんで俺バラされたの？うん。モンタ、ノンタンの屋上配信台本か、台本なんでやらないの知ってるじゃん、うん、一緒って言ったじゃん。まあいいけど、別に全裸派ですね、僕は。なんか服を着る意味があんまりよくわかんなくて、あの、別に全裸で会社出勤していいんだったら俺全裸で歩くよ。裸でいたいもん。服を着る意味がよくわかんないんだよね。でも面白いよね。あの、キリスト教のさ、アダムとイブの話あるでしょ？旧約聖書。
自分の自我が芽生えた瞬間にイチジクの葉で陰部を隠したっていう、要は服の始まりがあるんだよ。うん、クミタおやすみ。なんだろうね。だからその自我が、動物ってほら服着ないじゃん。だから自我がないんだよね。自我の芽生えは恥ずかしさの芽生えだから。あのくだりは面白いなと思う。フォローありがとうございます。ピーマンさんありがとう、よろしくです。おお、キャラメルマンさんありがとう、お菓子。うわ、めっちゃ嬉しいわ、ありがとうね。配信に使わせていただきます。旅配信に期待してください。僕お金貯めて旅に出るから。ピーマンさんフォローありがとう、確認しました。すごいな、伸び率いいな。もうすぐ200人いくかんね。あと2人で200人だ。ありがてえ。風船ありがとうございます。一回でいいから配信で早く月100稼がねえとな。一回月100稼いだら絶対自信に変わると思うんだよね。目標はそこだな、とりあえず。来年の目標。100万稼ぐって。一ヶ月で。ボーンと。実績残していかないとね。一番実績残したのはニコ生じゃないかな。今までで一番結果残したのはニコ生だと思うよ。5000人コンビを何回作った？ 3、4回作ったよね、俺。うん。ニコ生は人集めんの結構ちょろいなって思う。やり方はもう大体わかってるかな。だし、もともとニコ生の配信者だからな。下積みは全部あそこでやったから。S 赤顔変わった？なんか S 赤顔違くねえか？ニコ生から来た配信者は魅力的な人多い。っていうか今さ、キャスで会うてもフワッチで会うてもほとんどニコ生系じゃん。そう思わない？ニコ生がね、一番下積み辛いところだから、あそこはリスナーすげえ目が肥えてるから、耳も肥えてるから。うるさいんだよ。だからね、生半可な気持ちじゃできないんだよね、ニコ生って。ニコ生の配信者結構実力ある人多いと思うよ。喋りうまいし、沸かせるし。なんか配信のノウハウをね、形成するんだったらニコ生が一番修行になると思ってる。で、キャス出身の配信者とかダメだもん。
他じゃ通用しない気がする。うん、そこはね、ニコ生で下積みやってよかったなぁと思ってるよ。うん、正直ニコ生が一番難しいと思ってる。ニコ生でね、そこそこ人集められるんだったら他のサイトでも人集めるの得意だよ。プラス 96? ん?どうした?プラス96って何?ん?どうした?なんだろう、プラス96って。猫が踏んだ猫がタイピングしたのかわいい構ってよ。これ月末でポイント締めだよね。月末のポイント締めだから、多分ね、今月のランキングはハッチが1位だね。ハッチが1位、姉ちゃん2位、のりこ3位。この3人で決まりじゃね?今月は。ふわっち5日目の感想は、いや、稼げるなって感じだね。本当に。稼げるし、人集まるし。すげえ魅力的。あ、ここでやってこうって感じ。半年はここで、ちょっと結果出して、で半年後また考えようみたいな。ここでとりあえず大手になりたい。ふわっちって言ったらワドいるよねみたいな。あ、ふわっちメインにしてるねみたいな。稼いでるねって周りに言わせたいね、周りの配信者に。ワド、ふわっちめっちゃ稼いでるよみたいな噂になりたい。とりあえずふわっちでてっぺん目指そうかな。ありがとうございます。おお、ハートありがとう。うん、そんな感じだね。ハートだよね。うん、それが面白いのがね、なんかね、結構ね、みんなからのね、細かいポイントがね、蓄積されて、その、なんつうの、なんか大きい人がさ、ボーンって振り込むっていう感じじゃなくて、細かい積み重ねがね、ポイントに反映されるっていう感じが面白い。そうそう、それぞれの懐事情で応援ができるっていうのはいいことだよ。で、多分ね、ふわっちのリスナーさんね、キャスでもニコ生でも FC2 でもなくて、なんかバランスよくね、いろんなところから来てる人が多いから、なんかね、本当に面白い人だけ見るっていう感じがする。でも、フェアな目で見てくれてる感じがする。なんか面白いところだったら見るし、つまらなかったら見ないっていう。ゴルツキさんいらっしゃい。まあ、中堅ぐらいじゃないですか。大手狙える切符は手にしたとは思ってるけど、負けたよね。うん、僕そんな感じかな。僕が衝撃だったのはロハコと接吻の件。あれは超神回だったもん。あれは超神回でしょ。ロハコ事件知らない、なんか配信見る人でロハコ事件知らないって言ったらにわか扱いだよね。うん、配信好きな人だったらロハコ事件知ってるでしょ。あれは神回だったよ。もう当事者だったけど、すげえ面白かったもん。うん、山田さんいらっしゃい。髪の毛あるって何?うん、俺、あれだよ。便所太郎さんにスキンヘッドにされただけで、普通にありますよ。生えてきた。2ブロックですね、今。うん、2ブロック。にわかだね。動画あるでしょ?ロハコ事件とか、ロハコ和道で検索したら出てくるんだ。YouTube あると思うよ。うん。いや、あれは何回も見るよね。爆笑するよね。ホガボグンチだぞ!ちょっと待ってろ。今力が湧いてくるから。可愛い子ぜ!うん。もう連日神回だったからね。3日間連続ぐらいで神回だったからね。あれぞニコ生って感じだよね。世界よ、これがニコ生だ。
刮目せよ。神回だったよね。うん。3日連続で、なんか、ツイッターとかエゴサーチしたら、やっぱ、本当に、リアルに、なんか大学生とかが、ロハコ受験のせいで単位落としたとか、ロハコ受験のせいで試験寝坊したとか、みんな書いてて面白かったよ。だから2、3人いるんだよね。ロハコ受験のせいで大学行けなかったやつ。うん。ワドーで検索したらいろいろ出てくるんじゃないの？ Google でワドーって検索したらいろんなの出てくると思うよ。過去の放送とか。ねえ、4年もやってるとね、3年か、3年もやってるといろんな歴史があるよね。本当にいろんなことあったよな。本当にいろんなことあった。現実に友達いないそうな感じ、プンプン。友達いないね、現実には。本当にいない。もうネットにどっぷりだもん、俺。ネットにどっぷり。全然だね。だって、ネットやってる方が楽しいかんな。だから暇な時間があったらネットやるっていう感じだね。配信やるっていう。だってさ、冷静に考えてもらいたいんだけど、今50人人がいるわけじゃん？で、50人ってさ、うん、2クラスか1クラスの学年分、学年っていうか、1クラス2クラス分の人数じゃん。自分がさ、駅前とかでパフォーマンスしたり、ライブハウスでギター弾いたりとか、なんでもいいんだけど、個展を開いて絵を描いたりとかでもなんでもいいんだけど、ね、1時間の間に461人、今目の前に50人いたことって人生である。なくない？みんな。俺なかったよ、人生で。その50人を相手に自分の話を聞きに、今目の前に50人がいるっていう感覚。これはね、配信やってみないとわかんないと思うよ。楽しいじゃん、普通に。1時間で400人とかが自分のこと見に来るっていう感覚ってね、なかなかね、すごいわかるよね、アイラね。これ配信やらないとわかんないんだよね。そう。配信、リスナー側だと、その、あくまでその配信者がパソコンの前で一人で喋ってるだけか、だけに見えるんだよ。そう。だけど、俺からしたら目の前に50人ぐらいいるわけよ。そう。それがね、すごい快感なんだよね、やっぱり。一回味しめるとさ、やめられないとかいうのは、そういう感じ。次長課長の河本？どういうことだ？ちょっとよくわかんないけど、うん。そういう感覚に近いかな。一番近い感覚は。普通に生きてたらね、人前でこんなに人が集まることないからね。それこそさ、アイラなんか1ヶ月で700万稼いでるわけでしょ？ 1 ヶ月で700万って相当だかんね。リスナーさんが払ってる金額はさ、1400万なわけじゃん。コインスライムいいでしょ？昨日手に入れた。つまんねえやつと遊びより刺激的な外観。そう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 。結局ね、現実の世界って面白い人いないんだよ。ただネットの場合ってさ、地方とかさ、アメリカに住んでようが見れるわけじゃん。だから、数が多くなれば多くなるほど面白い人と出会う確率上がるし、やっぱ数は力なんだよね。それこそ配信やってたおかげでね、可愛い彼女と出会えたし。冷静に考えて、俺生活保護だよ。3年間も働いてなかったんだよ。で、31歳のおっさんで顔もいいわけじゃないじゃん。かっこよくもないしさ、働いてもいないしさ、生活保護でさ、底辺なわけじゃん。配信やってなかったら、配信やったら、いろんな人がチヤホヤしてくれて、お金までくれて、プレゼントもくれて、彼女までできるんだよ。すごくない？すごくない？うん。そう、ネット中なんだよ、そう。ネットが俺の人生変えたんだよね。俺はそう思うけど。だから、なんかネットやってない人からしたらさ、バカバカしいかもしんないけど。鮫島が窓は唯一許せる生ポ。
それちょっと面白いね。俺はあれじゃん、生ポのこと隠さないからじゃん、ほら普通生ポってあの金隠すじゃん、自分がいくら生ポもらってますとか。俺隠さないもん、何が悪いんだっていう、出会い系やるくらいなら配信した方が出会えるわな。まあ出会えるだろうね、正直、正直出会えるだろうね。俺はあんま出会いはあの興味ないけど、そう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 、こそこそ隠してやってるやついるんだよ。俺は自分が落ち目な時は落ち目な時も映すのが配信者だと思ってるから、ありのままやるっていうのが、さらけ出してやるって決めてるから。じゃないとリアリティがないじゃん、いつまでも金もらわれへんやん。それはそうだね、まあだからなんつうの、流行り廃りとかあるから、でもまあ俺の人生を豊かにしたよ、だいぶ配信は、普通の生ポは勝負しないからな。それそうでしょ、だってぬるくてさ、生きてくだけの金はいっぱいもらえるわけじゃん。俺嫌だもん、生ポのまま終わりたくないもん。生ポ抜けてもっともっとチヤホヤされたいし、もっと金欲しいし。落ち目の時ってどんな配信してましたか。落ち目っていうのはだから俺が生活保護を受けてるってことだよ。俺今でも生活保護を受けてるもん、だから落ち目かどうかはさ、人が決めることだからわかんないけど、俺はその人が落ち目だって言われてもありのままに受け入れてやろうと思ってるっていうか、ありのままやろうと思ってる。あ、お菓子プレゼントありがとう。役所の人は最近見てないね。もうこいつは何言ってもダメだって感じになってる。お、プレゼントラッシュありがとう。月にどれくらい稼いでますか？ね、7万ぐらいかな、俺は。お小遣い7万ぐらい平均でもらえる感じだけど、ふわっち来て5日目で2万だね。今もこうやってお金が増えてる。ありがとうね、ポイント。こうやって、なんか支援してくれるリスナーさんがいるから。そうそうそう。これ全部お金に換金できるわけだからね。このポイントがすごいよね、あざます。のんたんありがとう。こうやってさ、応援してくれる人がいればいるほど俺がどんどん配信者としてどんどん上位に行けるわけだからさ、嬉しいよ、おすすめに乗るわけじゃん、どん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 、やりがいあるよね。この今アイテム、お菓子とかプレゼントってあるでしょ、これが全部お金に変わるの。そう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 、給料1ヶ月に1回引き出せるの。プレゼントはっていうか、例えばポイント、こういうお菓子とか買うの、みんな例えば1000円で買うとするんだ。で1000円の広告、こういうアイテムをプレゼントすると俺に半分入る。だから1000円分のアイテム買って、1000円分のこういうことやると俺に500円、半分入る、だからそれが俺の給料、配信者としての。だからこういう感じで見えるかな、見えてる。これが今月っていうか5日間で稼いだポイントなんだけど、で2万円分あるね、今2万円分、見えた？だからこうやって放送で話してると、そう、放送で話してると2万円分稼げたって。5日で2万ってよくない？ 5 日で2万ってよくない？配信するのにお金一切かかんないよ、ただでできる。見えた？だから俺はこうやって5日間遊んでるだけで2万円もらえてんの。やばくない？やばくない？で、まあ、見てたらわかると思うんだけど、俺、アイテムくださいとか言ってないのよ。そう。リスナーさんが自主的に頑張れよ、ワドーって、応援するよって言って、そう。だから、すごいいいんだよね。やばいよね。だからもう楽しくてしょうがないんだよ。もらえないやつはもらえない？あ、まあまあ、それはそうだよな。それはそうでしょ。でもそれはさ、腕を磨こうっていう。だって俺もアイラも古いわけじゃん、正直。ぶっちゃけた話さ、
ぶっちゃけた話さ、そこそこノウハウもあるしさ、リスナーさんが楽しめる話題とかを持ってるわけじゃん。ストックがあるわけじゃん。お互いに。例えば、アイラだったらビジュアルとかさ、盛り上げる配信とかさ、こうコメントが走る配信とかできるわけじゃん。俺だったらリスナーさんが、へーっていうような話とか、なんか、なんつうの、体張る配信とかできるわけじゃん。これって実はさ、結構磨いてきたっていうか、努力してきた部分あるもんね。うん、その、過去。3年間ぐらいの蓄積があるわけじゃん。アイラがまあ何年目か分かんないけど。もらえない人はもらえないよ、そりゃ。うん。なんかこういうの教えてくれるといいね。他の配信者さんは見せないでしょ。俺だからあんま隠す気ないんだよ。そう、香川、だって、香川さん何年やってると思ってんのよ。キャリアが全然違うって。香川さんって何年目よ ?7 年目とかでしょ?結構長いよ、香川さん。もらえないやつは嫌われること怖がってる時点でお察し。ああ、それわかる。要は、俺とかアイラとかは嫌われるのが怖くないのよ。叩かれるのも怖くないんだよ。それよりも叩かれれば叩かれるほど囲いができるっていうか、そのなんだよって言って、その好きな人がガッチガチに囲ってくっていう心理とかは分かってるもんね。始めた時稼げるようになったのは2年目からだね。むしろ2年目からは何にももらってない。例えば、じゃあ俺がもらまでもらってきたもの、このコーヒーメーカーはリスナーさんからのプレゼント、このパソコンはリスナーさんからのプレゼント、で、あそこに壁にかけてある2万円のヘッドホンはあれリスナーさんからのプレゼント、この巨大モニターもリスナーさんからのプレゼント、キーボードもリスナーさんからのプレゼント、ここのレッツノートの、パソコンもこれもリスナーさんからのプレゼントでしょ?あとなんだ、ほとんどリスナーさんからのプレゼントだよ。俺の部屋。うん。だから、急に、人気が出てくると、急にいろんなものが家に届くようになるの。うん。だからリスナーさんが缶ジュース1ヶ月分とか送ってきたりとか、あと、美味しい食べ物とか送ってきたりとか。そう。いや、リスナーさんありきだよ。てか、配信者はみんなそうだよ。リスナーさんがいないとただのデクノボーだから。ほとんどだから部屋の中にあるものがほとんどリスナーさんからのプレゼントだね。そうそう、アマゾンの欲しいものリスト。そうそう。そう。ソファーはこれ、自分で買った。2000円で買った、このソファーは。俺、買い物得意なんだよ。ソファーは自分で買った。車免許持ってない俺は、うん、ありがたいよね本当に。あとこの Amazon ギフト7万5000円もリスナーさんから、これもリスナーさんから、これ全部で7万5000円、うん、これ中古で2000円だね。こんばんは、めぐみさんいらっしゃい。風船ありがとう。ギフトイコール自分の配信の価値を感じれる。そう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 、そういうこと。要は評価なんだよこれって。要は面白い配信やらないともらえるわけないから、ただでさ見つごうと思わないじゃん。面白かったからプレゼントしてくれんだよ。釈迦元気だよ。マナさんいらっしゃい。フォローよろしく。フォローしてね、みんな。釈迦今そこでビッピ泣いてるよ。そういうもんなんだよ。うん。だから好きじゃないとプレゼントしないでしょみんな。好きだったらプレゼントするでしょ。風船10個ありがとう。だから結局、好かれるか嫌われるかなんだよね。うん。のんたんがポイント追い上げてきてるな。のんたん1位になる気だな。こじきって一色に言うやつナンセンス。そうなんだよ。物乞いとは全く違うんだよね。センスがあるから、どちらかっていうと俺は、パフォーマンスに近いと思ってる。路上ライブとかをギターを弾いて、うまかったらコイン入れるじゃん。この人応援しようと思ったらコイン入れない？路上ライブとかで。で、下手なやつにコイン投げないじゃん、誰も。それと一緒なんだよ。パフォーマンスに近いんだよね。うん、メロンありがとう。うん。そういう感覚に近いかな。あ、またフォロー増えた。ありがとう。あ、フォロワーが200人になりました。ありがとうございます。フォロワーが200人になりました。ありがとうございます。マナさんありがとう。ピピコさんありがとう。ピーマンさんありがとう。キタキタさんありがとう。タケノコさんありがとう。コフちゃんありがとう。ヤクンありがとう。ナカさんありがとう。キッタンありがとう。カネツグさんありがとう。ノヤキさんありがとう。キャラメルマンさんありがとう。
せつだまさんありがとう、たーこさんありがとう、たらこさんありがとう、今日のフォロワーです、ありがとうございます。200人、5日で200人だったらまあいいペースだな、うん、ありがとうみんな応援してくれてよろしくね、うん、あ、また増えた、ありがとうございます。めぐみさんフォローありがとう、うん、おめでとう、ありがとう。とりあえずあれだね、ふわっちで5000人は作りたいね、フォロワーさん。ふわっちでもうぶっちぎりで1位になりたいね。ふわっち自身も盛り上げたいし、うわ来たよ、石川のりゆき来た、うわめんどくせえ、キャス行けよ、石川のりゆきまで来やがった、めんどくせえ、大手は来んなよこっち小遣い稼ぎに来たんだろう、石川のりゆき。ハートありがとう、コフちゃん。ワードセンサーのに減らったら終わっちゃうからな。まあそこはな、あの、俺のウィークポイントだよな。戦おうぜ。石川のりゆき、ためがかんねえ。同い年で、ね、これだけ差が広がってると悔しい部分あるよね、どうしてもね。うん、力つけねえとな。いや、ウィークポイントでしょ、完全に。減らっちゃうのは。もっと精神鍛えていかないと。でも、アイラ結構昔から買ってくれてたよね。お前面白いよって。ライバルなんて程遠いでしょ。香川さんも一個上だし、石川のりゆき、当たり年なんだよ、俺の世代って。石川のりゆきため、春日ため、関慎吾ね、関慎吾もため、野田通りもため、で一個上は鮫島さんでしょ、ティロフィナーレ香川でしょ、川崎洋平もそんな年離れてないし、結構ねこの世代ってね当たり年なんだよ、配信者めちゃめちゃ減らるよ、俺障害者だからね、減らりんよですよ。でもすごいよね、おすすめに載ってるのがティロフィナーレ香川エセヤカ石川のりゆき和道って、これ4番までなんだけど全員ニコ生出身だからねすごくない、ティロフィナーレ香川エセヤカ石川のりゆき和道って、これ全部ニコ生をトップが占めてんだよ。いかにニコ生の配信者が強いかってわかるよね。アイラもニコ生だしね、もともと。うん、だからキャス系の配信者ってぬるいもんね、正直言うと。面白くないし、スキル、配信スキルがないよね、キャス出身の配信者は。ニコ生は魑魅魍魎だからね。鮫島さんもそうだしね、ニコ生は叩かれてなんぼだよね。でももう時代は変わったと思うよ、正直。叩かれてなんぼの時代は終わった。配信を知らないっていうか、要はね昔のネット文化を知らない若い子を相手にしてるって感じかな、キャス勢は。だ正直言うとぬるいんだよ、昔からネット見てる人からすると。そんなん誰かの焼き回しだよとか、もう誰々がやったよみたいな、しかもつまんないみたいな。でもニコ生って最前線でもう競い合ってたわけじゃん。だから金梅さんのニコ生とか超面白いもんね、未だに見ても。お菓子ありがとう、飲んだ。うん。高水さんお疲れ様。あ、宮高さん久しぶりっす。どうもどうも。最近ふわっちばっかりやってます。もしよかったらフォローしてください。お菓子ありがとうね、飲んだ。すげえな。そう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 。だから、実際さ、ニコ生の配信者がちょっと本気出すと面白いんだよ、やっぱ。ニコ生で経験してたやつは実力もあるから、ただ、バンになるギリギリが難しいんだけど、そう、攻めることはできるんだよね。攻撃力が高いって感じなんだよ。だから、一回ね、火吹くと面白いんだよ。やっぱ、ニコ生系の配信者。ニコ生出身は。要は、神回の作り方知ってるって感じかな。神回作るのがちょろいんだよね。で、やろうと思ったら、俺とアイラで、じゃあ、台本、なんつうの？台本とは言わないよ、配信で。でも、あうんの呼吸で、あの、アイラと即興芸で面白くできるもん、俺。自信あるよね、アイラ。俺とアイラでちょっと神回作れっていう風に言われたら、裏でコソコソやって、できるもんね、全然。沸かせられるよね。余裕だよね。うん。
無駄に喧嘩すればいいの。宮高さんフォローありがとうございます。お菓子ありがとう。なんだリスナーが喜ぶツボは分かってるから。ふわっち住民的に100人で炎上神会なの。ちょろちょろいな、うん、ちょろいな、うん、余裕っしょ、うん、まあ可愛いよね俺らからすると。バールは台本じゃないから面白いんだよ。あれは本当の神回だから。うん。あのね、台本を超えるときが神回なんだよ、やっぱ。森ドンとかさ。森ドンとバール面白かったもんね。っていうかさ、エセアカ44人しか見てないのに、なんで俺おすすめ下なの？俺60人見てんだけど。これ意味わかんなくない？エセアカよりも俺の方が人集めてんのに、なんでエセアカの方が上なの？最近襲撃された顔ボコボコに晴らしてたよ。うん。ツイッター見るとわかるよ、うな。やばかったよ。顔ぐちゃぐちゃになってたよ。まあ、もう治ってるけど。なんでエセアカ44人なのにアクティブ2位なの？意味がわかんねえ。俺の方が人集めてるでしょ。ある配信者はふわっち50人で神回だぜって豪語してた。え、じゃあ俺神回じゃん今。65人いんだから。うん。なんだろうね、人によって神回の基準違うかんな。50人は安定しないとダメでしょ。俺は200人ぐらい安定させたいけどね。延長忘れた？え、俺延長してるよ。うん。エセアカの方がポイントが高いってこと？ああ、そういうことか。人数じゃないんだ。要は、花火とかが上がってるってことか。向こうの方が。ちょっとエセアカの放送見てみるわ。いや、エセアカポイント7個だよ。エセアカポイント7個だよ。エセアカポイント7だよ。俺こっちの方が、飴44個でもう勝ってるじゃん。エセアカ飴7個だよ。おかしくねこれ。おかしいでしょ。なんでエセアカの方が上なの。俺の方がこの放送ポイント多いじゃん。渦巻さん、ありがとうございます。新しいフォロワー、渦巻さんです。何これ。納得いかないんだけど、全然。枠取り直した。あー、そういうことか。あ、だからか。なるほど。香川さんが168人、石川のりゆきが481人だから。やっぱのりゆきさんすげえよな。安定感が全然違うよね。ほんと強いと思う。足軽。あ、また増えた。ファックマン吉幸さん、ありがとうございます。フォロー。ありがとう、ファックマン。ふわっちにいるニコ生出身者といえば、ターリーですか？ご存知ですか？聞いたことないっすね。聞いたことないっす。誰？聞いたことある？みんな。ターリーっていう人知ってる？あ、エセアカの方が稼いでるからってことか。トータルなんだ、ここは。なるほど。1ヶ月の蓄積か。5日目だったら無理だろ、こんなの。来月期待だな。来月多分俺エセアカ超えると思うよ。うん。お、断言するわ。来月多分エセアカよりも上行くと思うよ。マンスリー、わかんないけど。マンスリー、アイラが1位じゃないの？マンスリーは？マンスリー見てみようか。マンスリーは、アイラ入ってねえの？エセアカ6位だね。アイラ5位なんだ。アイラ今月いくら稼いだ？アイラ5位だった。アイラ今月いくら稼いだ？ターリーは自称ニコ生大手。聞いたことないっすね。うん。ていうか多分誰も聞いたことないと思う、ターリーって。この BGM やだ。はい、変えます。マンスリーは S やか？あ、どうだろうね。わかんないけど、超えるんじゃないの？てか閲覧数は超えると思うよ。閲覧数は。閲覧数は多分超えると思う。
ていうか現実今超えてるしな、うん、70人でしょ今俺、今エセアカ何人48人超えてんじゃん。だから太い囲いがいるかどうかだよな。囲い作っていかねえとな。ポイント主義、至上主義だからね。眠い、また来ます。ヨヨンいらし、お疲れ、また明日また来て。そうなんだよな、太い囲いがいるとな、ふわっちょっとやられっかんな。 BGM 変えっか。この BGM 眠くなんだよな。乗り行き超えよう、乗り行き超えようってね、簡単に言えないよ。あのね、石川乗り行きがどんだけすごいか、配信者じゃないとわかんないんだよ。あのね、石川乗り行きってほんとすごいかんね。あのね、簡単に超えるとか言えない。ほんとに。なんでかっていうと、自分の実力が上がってくれば上がってくるほど、乗り行きさんとの距離がどんどん開いてくんだよ。なんか、ただの喋りの、ね、口が達者な豚だろうとか思ってたの、正直。正直言うと、なんだ、ただのデブだろうって。ちょっと喋りが達者なデブだろうと思ってたけど、配信をやればやるほど石川紀之の凄さがよくわかる。だからそんな簡単に言えない。あの人は天才だよ、ほんと。まあ、目標にはするけどね。うん。諦めはしないけどね、相当努力しないとダメだよ。BGM ないと寂しくね？ BGM あった方がいいでしょ。 BGM 入れるわ。どこがすごいん？あの豚とか。なんだろうね、うん、やっぱね、やっぱすごいよ、うん、意識高いやつはいずれ人は増えるよね。そうだね、あの諦めないことだよね。あの配信ってさ、アイラも俺も分かってるけどさ、もう長いからぶっちゃけた話さ、低迷期みたいな飽きられる時あるじゃん。だってあのティロフィナーレ香川ですらさ、アクティブ30とかの時期あったんだよ、 FC2 とかで。だから突発的にね、なんかね、嫌われたりとか突発的にダメになったりとか、だから運で、お、今俺運で良くなってると思うの。ふわっちになんか運で、なんかたまたまハマってるっていうのかな、意識してやってるわけじゃなくて、なんかニコ生でもキャスでも同じこと喋ってんだけど、たまたまふわっちのリスナーとハマってるっていう感じがするもん。そういうね、運に左右されたらダメなんだよね。気持ちだけはね、あの強く持っとかないとダメなんだよね。それはほんとそう思う。だから根性なんだよ。気合入ってるやつが上に行くんだよ、最終的に。長い目で見たら。80名さんいらっしゃい。にしても石川すごいと思うけど、面白いとは思わねえな。なんでだろう。なんかカリスマ性があるんでしょ。なんか人を引きつける何かを持ってんでしょ。俺も面白いとは思わないけど、すごいとは思う。風船ありがとう、のんた。俺も正直面白いとは思わない。でもね、なんかね、その時々のリスナーに合わせて、あの、客層に合わせてね、笑い取るのがうまいんだと思うよ。あとはね、同業に、カリスマ性を感じさせるのがうまいっていうか。だから配信者で石川紀之すげえって言ってるやつ多いもんね。ハッピーハロウィン。トリックはトリート。クマちゃんいらっしゃい。人の多さが人を呼んでるのもありそう。あ、それはあるよ。それは絶対ある。だからね、あの、人を抱えれば抱えるほど規模がでかくなってくるんだよ、配信って。だから、あの、新しいやつよりも古いやつの方が有利なんだよ。継続は力なりってやつだね。ふわっちはでもまだまだ伸びるだろうね、これから。そんな気がする。ふわっち下手したらね、キャスぐらい伸びるよ。本当にそんな感じがする。クラインの良さが分かりません。クラインっていうのが分かんないな。ふわっちで類似してる配信者はランマル？ランマルって人知らないな。分かんない。俺ふわっちの配信あんま見てねえから、まだ詳しくないんだよね。人が多いところに人が集まるのはそりゃそうでしょ。だってさ、同じ面白いことやってても、全く同じ放送内容でも、閲覧1と、
おすすめに1位に乗ってる100人集まってるとこどっち見るって言ったら絶対こっち見るでしょ。だから極端な話、全く何にも寝配信でつまんないことやってても100人でおすすめ乗ってる方を見るでしょ。発見する確率が高いわけだから。ランマル閲覧500安定くらいだけど、貸すほどアイテムもらってない。あ、そうなんだ。じゃあ囲われてないでなんかヘイトやってるだけだね。要は炎上ばっかりやってアンチ作ってるだけでしょ。そういうところコメントもないかんね。今月はだいぶツイキャスから喧嘩術界隈の人が流れてきた。あ、そうなんだ。みんな稼ぎに来るだけにしか使ってないかんね。お小遣い稼ぎに来ようっていう人ばっかりでしょ。俺はふわっちに、地に足つけてやろうと思ってるけど。多分勘のいい配信者がふわっちメインにすると思うよ。だからアイラの選択はめちゃめちゃ正しいと思う。今が一番美味しい時だよね。ふわっち。多分ね、これ3ヶ月か4ヶ月ぐらいだと思うよ。今、もうガバガバな状態。うん。多分ね、人が溢れ返ると思う。俺の予想。ふわっちめちゃめちゃ人気サイトになると思うよ、これから。だってやってる配信者の数増えてるもん。俺がやってた頃より。一回だけやったことあんだよ。その時ね、配信者5人しかいなかったもん。全員おすすめに載ってんの。で、アクティブ1とか2とかなの、みんな。なんだこれ。で、その時はもうやめたって思ったけど。俺は遊びに来ただけ。先月やってる。先月だけやる予定だった。今月は遊びでやってる。あ、そうなんだ。何、ニコ生メインでやってんの？あいらこっちでやった方がいいと思うよ。向いてると思うよ。まあ、俺としてはライバルいない方がいいから、ニコ生に行ってくれんなら楽なんだけど。いや、ぶっちゃけた話、あいら邪魔だから、俺にとっては。あいらがいなくなればいなくなるほど俺は楽だよ。うん。ふわっちきつい？そう。俺めちゃめちゃやりやすいけど、超ハマってるよ。ふわっちリスナーとめちゃめちゃハマってるもん。めちゃめちゃいい感じだよ。超楽しいもん、配信。ニコ生、最近、ニコ生よりやりやすいね。ふわっちばっかりだよ。ふわふわしてるよ、ふわふわ。稼げるし、閲覧も増えるしさ。デメリットが何もないもん。ふわっちリスナーは教育大変。いや、逆。染まってないから教育しやすい。ニコ生は教育無理。もうガッチガチに染まってるから。むしろね、リスナーの方が配信者を育てようみたいな感じだから。やりづらいよ、ニコ生は。え、どうきついの、アイラ。ふわっち全然きつくないんだけど、俺。むしろ超やりやすいんだけど。コメントは走るし、人は来るし、アイテムもらえるし、悪いところが一つもねえぞ。最高の配信サイトなんだけど、今の俺にとって。もともとアンチコメに耐性ねえかんな、俺。アンチコメあるとやりづらいもん。配信者のスタイル的に。雑談系だからさ。はい、こんばんは。句読点さんいらっしゃい。自分のガチ囲いが他の配信でアイテム爆投げとかしたら結構効いた。あー、それは稼いでる配信者ならではのあれだな。あー、それ効くな。あー、なるほどな。俺も確かにノンタンとかがティロフィナーレ香川にアイテム爆投げとかしたらすげーへこむだろうな。わかるわ、それ。うちハッチとかノンタンとかが、姉ちゃんとかが他のアイラのところでアイテム投げても多分ね、ピリピリすると思うわ。そういうことか。あー、アイラならではだね。あー、いや、へこむっしょ。ノリコだって俺の彼女なのに何ティロってんだよってなるでしょ。何お前ティロってんだよってなるでしょ。事件でしょ。いや、俺そしたらもう許せねえよってなるよ。
ニコ生ならそれがないってのある。あ、あるね。でもそこはでかい目で見ないとダメなんじゃないの。いや、ティロらせんなよ。ふざけんなよ。ティロったら俺、結構マジでノンタンと関係悪くなるよ、多分。いや、ふざけんなよって。こっちに金落とせよってなるでしょ。なんでティロってんだよっていう。ティロってんの、お前。ふざけんなよ。は？ティロってんの。ティロったの、お前。ティロってねえじゃん。新しいコメントがあります。いや、見てっから、俺今。ティロフィナーレ見てっから。嫉妬するでしょ。屋上の柵越えるよりティロる方がいいんじゃねえとか言って。うるせえよ、うん。ほっとけや。宣伝？ああ、まあ大事だよね。うん、やだな。自分の囲いが他のところで囲ってるのとか見たくねえよな。ティロって和道の泣き配信は閲覧100超える。やなんだけど、本当に。すげえやだ。減らってきたんだけど。ちょっとなんかダメージでかくなったから、ティロフィナーレの放送みんなやめよう。トップページに戻ろう。白入れたの？は、マジで言ってんの？え、嘘？白入れたの？ふざけんなよ、お前。マジで言ってんの？ノンタン白入れてた？お前、ふざけんなよ、マジで。本当に白入れてた？ふざけんなよ。ふざけんなよ、ほんと。マジかよ。マジかよ。お前、彼氏の配信を差し置いてティロったの。は？ありえねえんだけど。やべえな。入れてない？白はねえわ。白、うん、も花火もねえわ。へこむわ、そんな。あ、まあ、いいんだけどさ。いや、リスナーは面白いと思う配信者に、お菓子くれって言ってた。リスナーは面白いと思う配信者に、あれ支援すればいいんだよ。別に。彼氏彼女関係ないよ、そこは。そこはでも結構俺ガチで、本当に結構、最近香川さんのことライバルしてるよ、やっぱ。のんたんが結構、俺の彼女がさ、ティロフィナーレだから、ティロってるから。うん、お菓子くれ。てか肩がすげえまたガチガチになっちゃったんだよな。肩痛くて痛くて。お、ありがとうコフちゃん、ありがとうね、ハート。私はここでしかティロらないようにする。ティロらないとか言わないでください。香川7年ぐらい前からずっとブレなくて好きだ。ほんとブレないよね。香川さん、ほんとブレないよね、スタイル。ほんとにブレない。うん。限定アイテムがいいんだ。なんか、今だとハロウィンか。ハロウィンでも今日までだよ。確か。ハロウィン今日まで。なんか11月は11月でまたなんかやんじゃないの？わかんないけど。うん、ティロの話題やめて。ちょっとピリピリしてるから。俺結構ライバルしてるから。香川に負けない配信やろうと思ってるから。嫌でしょ？彼女がスマホいじっててティロってたら。俺何やっとんじゃデート中にってなるでしょ？嫌じゃない？自分が配信者でさ、自分の女がさ、のりゆきさんとか見てたらへこむっしょ？すげえ嫌だよ。すげえ嫌だよ。うん、ただでさえ香川と配信スタイル被ってるって言われてんだから。ここは配信者の坂だよな。乗り行きはいいけど香川軽くへこむ。香川リアルだよね、なんかね。香川は何かリアルだよね。うん、
そう、乗り行きはまあ仕方ないとか、緑さん暗黒は仕方ないっていうさ、まあ暗黒だもんなっていうのあるけど、なんかティロルドはなんかちょっと、だけリアルなんだけどみたいな。うん。そう。緑パンダが風船あげたって凹んでた。そうそう、その感覚だよ。そういうことだよ。風船、だからアイテムの量、アイテムをあげるっていう行為自体がなんかちょっと嫌なんだよ。緑さんの気持ちわかる？もう奥さんがなんか、のりゆきさんのところでポイントあげてるとかちょっと嫌だよ。何してんのお前ってなるでしょ。こっちは配信で頑張って稼いで家族養おうとしてんのに。のりゆきはマスコットで香川抱かれ、そう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 。そう、わかる。香川はね、ちょっとそういう匂いあるよね。わかる。香川はね、ちょっと絶対裏で色恋やってるよなっていう匂いあるよね。そう。何人か抱いてるよなっていう。それがすげえ嫌なんだよね。のりゆきさんはそういうことしなそうだもん。やだなぁ。寝ようかな。うん。超眠くなってきた。のりこさん、和道に向かっていたらティロりましょう。俺の目につかなきゃいいけど。俺の目につかなかったら別に裏でやってもらう分には全然構わない。うん。香川さん、ヘルペスだから無理です。性病なの？香川って。香川って性病なんだ。知らなかった。でも香川がヘルペスなのを知ってるっていうことがちょっともう、香川がヘルペスなのを知ってるっていうところがちょっと低かんな。告げ口？やだなぁ。だりぃなぁ。風俗行きまくりなんだ、香川さん。風俗行かなくてもモテそうだけどね。香川さん結構顔整ってない？かっこよくない？昔の香川さん俺ブクブクに太って、なんだこのデブと思ってたけど。うん。なんだこの百貫デブと思って、飯ばっか食って面白くねえと思ってたけど。結構痩せたらイケメンだよね。うん。香川は背中に入れ墨入ってる。あ、そうなんだ。しゃくれてるかな。結構かっこいいと思う。顔整ってるのも。背中に筋彫りが入ってる。へえ。でもやからっぽくないけどね。意外だわ。サイさんこんばんは。どうもいらっしゃい。背中に入れ墨あっても色入ってないから、ありゃ落書き。俺はタトゥーはトライバルがいいな。タトゥー入れたい。トライバルかっこよくない？でもトライバルかっこいいって30過ぎのおっさんが言うことじゃないよね。バカかよって。俺はイケメンじゃないよ、全然。俺はイケメンじゃないよ。うん、おでこにのりこ命って入れよう。え、でも中学生の時いたよね。なんか、この辺にさ、鉛筆彫りみたいなやつでさ、なんかあるじゃん。なんか、なんつうの。入れるやついるじゃん。中学生とかって。で、なんか、なんとか命みたいなの入れてるバカがいたもん。風船ありがとう。芝スタイル。そう。で、そいつと別れたら、それナイフでぐちゃぐちゃにしてたよ。バカだこいつとか思って。うん。俺タトゥーとか一切入ってないよ。うん。初見さんいらっしゃい。なめだるまさんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。よろしく。香川とか、強欲で雑談クソつまんなくて。え、でも俺この前の、俺香川さん嫌いだったんだよ。正直言うと。結構食わず嫌いで、香川さんとのりゆきさんの放送ほとんど見れなかったんだけど、でも香川さん、ねるさん暗黒のあの絡み見た時めちゃめちゃ面白いと思ったよ。あ、やっぱスキルあるなと思って好きになった。香川さん。あれ面白かったね。香川さんのファンになった。フォロワーが増えました。パンタロウさん、フォローありがとう。
高校中退じゃなくて、中学卒業だね、最初学歴は。中卒。俺は。中学校卒業っす。中学校の時の男子はアホだよね、本当にね。ティロってくんの？行ってらっしゃい。ティロフィナーレ、ティロフィナーレ行ってらっしゃい。高校には行ったけど、1年未満で辞めた、自主退学した場合っていうのは、高校卒業、高校中退に名乗れないんですよ。だから高校実は1年未満通ってますね、僕は。ほぼ夏休みくらいまで毎日通ってて、夏休みからもうほとんど通わなくなったって感じかな。学校行くのだるい、みたいな。何しに行くのかよくわかんないっていうか。うん。だから、最終学歴は中学卒業だね。高校全然楽しくなかった。全然面白くなかった。テスト受けてないから高校の調査書出せません。うん。俺推薦入学だったから、受験もやらなかったんだよね。香川棒読みさんアットレンダーでフリーズさせたらブロックしたから嫌い。あ！ティロってる！ふざけんなよ！おい、ノリコが風船やってるぞ、おい。ふざけんなよ、お前。マジでディロってる、あいつ。おい、誰か止めろ。おい、誰か止めろ。おい、風船をあげるな。おい、ディロってんじゃねえよ、ほんとに。おい、誰か止めてこい。ふざけんなよ。何ディロってんだよ、お前。やめろ。ほんとに嫌なんだけど。ほんとにやめろよ。何ディロってんだよ、マジ。ふざけんな。一円も貢ぐな、他の配信者に。それだけはやめてくれ。なんかギスギスするわ、関係が。自分の彼女がティロフィナーレの匂いするとか嫌でしょ。目薬マジで効く。ああ効く。いやー目薬いいわ。目薬マジで効くぞ。お前らもう目疲れてるだろ配信で。そうなの、彼女なの。目薬これめちゃめちゃいいかんね。アイストレッチ、このアイストレッチめちゃめちゃ効くから、マジでね、目疲れてる時にね刺すとねいいよ。いやーいいよ、もう香川の話題とかいらねえわ本当。え、何やってんの、何やってんの、ふざけんなよ。風船ラッシュやめろや、ほんと。風船ラッシュやめろや、マジで。ふざけんなよ。ティロってんじゃねえよ、マジで。何ティロってんだ、お前。作用ゼロ用さんいらっしゃい。フォローありがとうございます。ティロってるわ、こいつ完全に。いや、のりこ P だったよ。前まで Twitter のアカウント名のりこ P だったから、P ってどういう意味なのって聞いたら、わかんないとか言ってたよ。のりこプロだからね。ふざけんじゃねえよ、お前、ほんと。のりこ P。プロの P だからね。寒いわ、ほんと。あじゃねえ。バレてっかな。
一回寝ようかな、そろそろお休みになるわ。ちょうど100分になるし、じゃあ皆さんありがとうございました。今日もお疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。